皆様こんにちは。お時間過ぎていますが、いつもありがとうございます。ちょっとお人が少ないですよね。今日は多分昨夜雨と風の中、あちこちの緊急集会、重要な集会、申し入れ、裁判の判決、いろいろあったので4か所か5か所であったと思います。でいつもここに参集しているメンバーたちはそちらの方にも一生懸命関わっている人たちなので、それもありで、この時間帯に重なっている集会もあり、ちょっと小人数ですがしみじみと参りたいと思います。でなのでちょっともう少し端っこにいらっしゃる方、ぜひせめてこのテーブル3列ぐらいにまとまりませんか。ぜひ白いジャケットの素敵な方も先ほどから言ってますが、やっぱり女性ばかりのところには入りにくいでしょうか。皆さんどうぞ真ん中に寄ってください。後ろの方たちもぜひ前の方にと言っているうちに数分過ぎてきましたので、そろそろ始めたいと思いますが、はい、では始めさせていただきます。女たちの一票一揆、今回第11回目になりました。今日はとても若々しくかつ新しい明日に向かう話を伺えると思います。よろしくお願いします。最初に今日は講演2つ、勉強が2つあります。1つはキューバの奇跡という演題で、ひとみ弥生さんの方からこの間キューバに行って実際に見聞きして来られた話を伺います。じゃあお話の中で自己紹介ということでお願いします。はい、あ、入ってますね。はい、こんにちは。初めましての方もいらっしゃるかと思いますけれども、私は福島県郡山市というところから来ました、ひとみ弥生と申します。ネットワーク地球村という環境の団体にも入っておりまして、そこの呼びかけで、キューバに行ってまいりました。今日はその報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。キューバの専門家というわけではないので、あんまり難しい質問とか後でされないでくださいね。私たちは知ってることしか答えられないので、すいません。そんなことで座って喋らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まずキューバって聞いて皆さんどんなことを思うかなっていうのをちょっと暗くしてもらっても大丈夫でしょうか。はい、見えてないですよね。はい、はい、すいません。キューバってどんな国って言われたときに、やっぱりまず社会主義、ハマキ、カストロ、ゲバラ、ラムシュ、キューバ危機、核戦争の寸前まで行ったキューバ危機、そしてカストロさんが独裁してるんじゃないので、サルサやルンバも有名ですよね。そしてキューバの野球、ものすごく強いです。そしてキューバ革命、こんなことがやっぱり頭に浮かぶんじゃないかなと思います。私もちょっと数年前まではこんな印象でした。ですけれども、ある時に一本の DVD 見せてもらって、それでゴロッと考え方変わりました。それはサルハバナという DVD なんですけれども、キューバの、ソ連が崩壊した後、キューバがどうして都市農業を始めたかっていうのを追いかけたドキュメンタリーだったんですけど、それを見てもう本当感動的で、これはキューバに行ってみなきゃと思って今回のツアーに私は申し込ませていただきました。キューバに入るにはアメリカからは入れません。カナダまで飛んでカナダから入ります。アメリカとは仲が悪いので、ご存知のようにこんな感じで飛びます。大変長い旅です。はい、
キューバはこんな形をした国です。ちょうど日本をひっくり返したような感じかなと思うんですけれども、大きさ的にも本州の約半分ぐらい、日本の全部の大きさから言うと3分の1ぐらいだそうです。とても暖かい国です。はい、日本とキューバの比較ということで見ていただきたいんですけれども、人口は約10分の1、面積は3分の1、そして GDP に関してはなんと100分の1、とっても貧しい国です。そして社会主義と資本主義という大きな差もあります。で、キューバっていうのはやっぱりざっと歴史が分かってないと難しいので、簡単に、本当に簡単に説明いたします。先住民が暮らしてた島なんですけれども、コロンブスによって、見つかってしまいまして、そこからスペインによる植民地化が始まります。で、先住民たちはその征服されて全滅したと言われています。で、スペインからキューバは独立運動を頑張るんですけれども、一応独立は勝ち得たんですが、代わりにアメリカによる支配が始まりました。そしてバティスタという傀儡政権ができまして、長く本当に植民地として、圧政のもと置かれていた国です。そんなところに現れたのが若きカストロとチェ・ゲバラです。で、彼らはなんとか虐げられた民のために平等な社会を作ろうということで立ち上がりまして、アルゼンチンの人であるゲバラさんとキューバ人であるカストロさんはグランマ号という小さな船に乗って、上陸してキューバ革命を起こします。で、圧政に苦しめられていた人々はその彼らの若いエネルギーというんですかね、に本当に圧倒されるように巻き込まれていきまして、なんとキューバ革命が成立してしまうんですね。バティスタさんは国外に逃亡します。そこで革命政権が樹立して、カストロさんは首相に就任するということで、今の社会主義の国が生まれました。で、キューバ危機というのはその後キューバがソ連と仲良くなって、ソ連が核ミサイルをキューバに配置してしまったことによって、非常にアメリカも危機感を持ち、その時に核戦争の危機まで行ってしまって、あと一歩で、ボタンが押されるところだったというのが今から50年前、1962年のことです。その後ソ連の崩壊なども、ありましたけれども、今キューバはどんな国になっているのかというのを見てきたお話をさせていただきます。で、その間もアメリカは本当に自分の喉元に社会主義の国ができてしまったことに非常に危機感を持ちまして、いろんなちょっかいを出しているんですね。で、カストロさんの暗殺計画に至っては638回もあったというふうにネットに載っておりました。なんとかして社会主義であるこのキューバをやっつけたいと思うアメリカさんはいろんなちょっかいをしましたし、経済封鎖もしました。で、資金援、破壊活動組織へ資金援助をしてみたり、いろんなことをしてるんですけれども、それにも負けなかったキューバというのはどんな国なんだろうというのをぜひ聞いてください。そんな波乱万丈のキューバは今、まずこれ着いたその日の空港です。アメリカの上を飛んで、フロリダ半島の本当に明るいフロリダ半島の上を飛んで着いたハバナの空港は真っ暗でした。本当に電気が足りないんだなという感じで、どこ行っても真っ暗で、街頭テレビに群がる昭和の人々みたいな感じで、空港の中ではみんながテレビを見てました。で、一歩出ると真っ暗で、私たちが泊まったホテルはこんな立派なホテルだったんですけれども、目の前にロシア大使館、ホテルの中はこんな感じ、こんな可愛らしいなんか毛布とタオルでスワンを作ってくれるような素敵なメイドさんがいます。こんなこともしてくれますこれお部屋に置いておいたお土産のネックレスを使ってメイドさんが勝手にこんなお人形をバスタオルで作ってくれたりして、とっても可愛らしいことをしてくれるキューバの人たちだけど、本当に停電も多いらしくて、これホテルのお部屋の入り口なんですけれど、左側にちょこっと見えてるのは、はい、停電が起きた時にすぐに上げられるようにこんなものも各部屋にある。で、ハバナの街並みというのはとっても立派です。20世紀初頭の、キューバ革命が起こる前にスペインの植民地だった時代に建てられた古い建物をそのまま使ってますので、めちゃくちゃ立派です。こんな立派な街並みです。この中に普通に人が暮らしてます。そして、見ていただくとあれと思うんですけど、
こんな車が走っていたり、こんなとんでもないクラシックカーが走っていたり、キューバの車というのはとっても古いです。みんな古いです。本当にアメリカングラフィティの映画の中にいるような感じ。1950年代の革命前にあった車を大事に大事に直しては修理ということで乗り継いでるんだそうです。こんな立派な、こんな立派な、これピカピカですけれど、とっても古いんだそうです。だけど物を大切に、これはバスを連結されたメトロバスです。こんなのがみんなの足になってます。物がない、経済封鎖されてますから物が入ってこないんですね。だからキューバの人っていうのはものすごく物を大切にするんだそうで、なんかネジ一本でも落ちていたらそれをどう使えるかっていうのを考えて考えて知恵を絞るんだよっていう話を聞きました。あ、そうだ、私も面白いなと思って買ってきたお土産があったんですけど、出てくるかな、ちょっと待ってくださいね。持ってきてなかったかな。あ、大丈夫。あ、忘れちゃった、見せようと思って持ってきたのに忘れちゃったあのね、ジュースのプルタブのプチってなるところ、プチって剥がれるじゃないですか。あれをね、つなげてつなげてつなげてバッグにしてる。で、それがすごい綺麗で可愛くてお土産に買ってきたんですけど、物をとにかく捨てないんですって。これは何に使えるかなっていうのを考えて、なんか皆さん生きてらっしゃるということで、そういう意味では経済封鎖って意外といいのかなと思ったりもしましたはい。で、これスーパーに、あ、さっきのよいしょ、1個前、すいません、はい、これスーパーなんですけど、普通にね、中古の電気とか電気製品とか売ってます。で、こっち側、その店の反対側ではお菓子売ってたり洋服売ってたりするお店なんですけど、なんかちょっと不思議なんですけどね、トイレや、あ、電気売ってたり洗濯機売ってたりいろんなもの売ってます。ものすごく物がないのかなという感じもしました。だ、あるものは大事に大事に使っていく。で、あるものは大事に使うので、携帯電話も修理屋さんがあります。これ道端っていうか、建物と建物の間の階段のところでやっているこじんまりとした携帯電話の修理屋さんです。そしてこれ有名な話になってますけれども、なんと使い捨てライターの修理屋さんもいらっしゃいます。市場の隅っこでやってました。ここでキューバには2つの種類のお金があるというお話をさせていただきます。で、キューバの国民は人民ペソというのを使っておりまして、1ペソが 3.3 円で、私たち旅行者はダカンペソというのを使ってまして、1ペソ80円です。で、同じものなんですけれども、表記はどちらもドルで、値札を見てもそれが人民なのかダカンなのかわからなくて、私たちは恐る恐るダカンペソしか持ってないので、恐る恐る出すと向こうで勝手にいろいろとお釣りをよこすので、あ、それでよかったのかって分かるくらい、ちっとも分かんないんですけど、とにかくなんだろう、外国人旅行者用のお金っていうのが別にあって、それはなんだろう、国民が暮らしやすい物価なんだけれど、外国人はいっぱい払ってねっていう姿勢なのかなと思いました。で、そういうことで見ると、さっきの、修理屋さんのガスの充填は、2ドル、多分人民ペソなので6円くらいで、修理の方は10円くらいっていう感じになるのかなと思います。で、6円や10円を払って、使い捨てのガスライターを直して何度でも使う。で、その充填しているガスの缶なんかもものすごくボロボロで、そのガスの缶すら何度も使い回ししてるのかなという感じがしました。で、そこにもまた入れてくれる修理屋さんがいるのかなと。で、次々修理をしては大事に大事に使ってるのかなと思って、それはなんか本当に見習いたいことだなと思いました。そしてこれは調味料です。ケチャップやビネガードレッシングなんか売ってるんですけど、よく見ていただくとスプライトのペットボトルだったり、そういうのをどんどん使い回してます。日本だとね、食品衛生法上どうだらこうだらとかってね、怒られちゃいそうですけど、キューバは全然平気、そういうのに詰め替えて、市場でガンガン売ってます。
それを見て私はとっても素敵だなと思ってしまいました。そしてこれは配給所で卵を渡しています。キューバは生きていくのに最低限必要な食料というのは配給でもらえます。お米、小麦粉、卵、お肉、魚、油、コーヒー、そういったものが、配給手帳、配給手帳を持っていくと、これは国民一人一人に配給手帳が配られているそうです。でそれを持っていくと非常にもとんでもない格安で買えるそうです。でもそれでは足りないということで、普通に市場もあって物は結構豊富に売られてます。トウモロコシこんな感じでした。なんか昔のね、昔らしい、いかにもゴツゴツしたスイートじゃないコーンかなと思いましたけど、これは多分きっと食べるとめちゃくちゃ美味しいんだろうなと思いました。お店もちゃんと開いてます。だけどここ今一応電気ついてますけれど、これ6時になると、夕方の6時になるとパタッと消えます。そしてこういう鉄のドアがガシャガシャって閉まります。6時ちょうどです。しかもお客さんいても平気の閉鎖で閉めます。びっくりするくらいガシャガシャってあっという間に店じまいします。それまで お値段の交渉とかしてたのに、6時になるとガシャ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 って閉められちゃってしまって、どうしてなのかなと思ったら、やっぱり電気が足りないのかななんてちょっと考えました。6時になったら閉めると。で、中にいたお客さんは横のところから出してもらいます。これは、町の中にあった、農業資材屋さんです。手作りの、肥料であるとかそういったものを売ってます。これ種が入ってます。手書きで何の種かっていうのが書かれてます。キューバと、ね、アメリカ仲悪いのすごくいいなと思うのは、モンサント社に汚染されてないんです。だから種は F1 じゃないので、どんどんなんか翌年に持ち越しができるらしくって、取れた種はこうやって袋詰めして町のあちこちで売ってるっていう感じらしいんですね。本当羨ましくてしょうがないです。モンサントのない国にぜひ行きたいですね。はい、では農業について、せっかくね今種の話が出ましたので、農業についてもちょっとお話しさせていただきます。キューバは都市型有機農業って言われてるんですけれども、すごく合理的だなと思うのは、ハバナには250万人の人が住んでる超大都市なんですけれども、そこで農業をやっちゃってるんです。っていうのもガソリン、移送するのにはガソリンもいるし、保管するには電気が必要だし、冷蔵するにはっていうことをいろいろ考えると、無駄がないのは消費地で作るっていう、そのことなんですよね。なので大都市にこうした農園をあちこちに作って、移送のコスト、冷蔵のコストを省いて現地で販売するっていうのをやっちゃってるんです。しかもすごいなと思うのは、ガソリンが入ってこなかった時代、経済封鎖されている時代の苦しい時代に有機農業っていうのを確立してしまったんですね。今も人や、これはちゃんと肥料詰めてますね。これはラボです。有機農業のためには何が大事なのかっていうのをいろいろ研究してます。こういう油がいいんじゃないか、こういう香りがいいんじゃないか、こういう虫が効くんじゃないかっていうようなことを、みんなそれぞれの農園で研究をして、年に1回そういう農業大会があって、うちはこういう方法でやったらすごく収穫が上がったよなんていうのを発表し合うんだそうです。得た知識はみんなで、国民の財産なので、どんどん分け合うっていうのもキューバらしいなと思ったんです。でそういうことをしながら、やっぱり、はい、一番の肥料はミミズなんですね。でミミズを飼いながら、農地に入れながら、とっても本当にたくましい男たちがここで働いています。はい、男たちものすごいたくましいです。女性は綺麗に着飾って、男はたくましくっていうのがキューバなんですって。それは後でちょっとお話しますけれど、こういったなんか人力で耕してるムエボニットな男たちいっぱいいます。でこの人たち、人の手であるとか牛の力であるとか、そういったことで一生懸命畑を作っているので、もちろん有機農業になってしまうんですね。そして、農薬使うのは、農薬が入ってくるようになった今でも禁止だそうです。
で農薬を使ったってことが1回でもバレてしまうと、その農地は35年間使えないと、有機とは認められなくなってしまう。そして責任者はクビになってしまう。非常に厳格な基準があるそうです。なのでみんな本当有機を一生懸命やってるっていうことだそうです。本当に生き生きとしたお野菜いっぱい育ってます。これレタスですかね。はい。そしてここは農園のそばにあったレストランなんですけれども、キューバではもちろん全てのレストランがこの流れでいくとオーガニックになるんですね。オーガニックレストランがまあ基準。美味しいです。バナナ焼いたりね、キュウリちょっと日本だと育ちすぎかなと思うけどこんななんか大雑把な切り方をしているところもなんかキューバっぽいなと。日本だったらもうちょっとね、小さいうちにとって綺麗な盛り付けとかしちゃうんでしょうけど、でもそこがキューバらしいと思います。そして農園の横には野菜を売るお店もあります。そこで、買いに来ます。みんな、はい、野菜買いに来てます。これは、エコビレッジ訪ねた時のレストランです。とっても美味しそうなんですけど、実際に美味しいです。もちろんオーガニックです。野菜は全てオーガニック。ところが残念なことにキューバの人ってお野菜あんまり好きじゃないそうなんですね。なんか植民地時代が長かったので、野菜は奴隷の食べるものっていうなんかそういう認識がずっとあって、お肉を食べるっていうのにとっても強烈な憧れがあるらしくって、お肉大好きなんですって。だけど本当は野菜の方が健康にはいいんだよっていうのをカストロさんはいろいろ研究もされて、それを演説するんだそうですよ。もっと若くて元気だった頃ね、一生懸命野菜の効能っていうのを勉強してきては、何時間も立って広場に立って演説したそうです。しかもカストロさん自ら圧力鍋の研究もされて、実は皆さん、国民の皆さん、僕は素晴らしいものを見つけたんです、それは圧力鍋です、これは燃料も少なくて済むし、しかも短時間で中までゆっくり煮えるっていう話を国民に向かって何時間もアピールしたってこともあって、だんだんに野菜も本当に好きになってきた。あと子どもたち学校で野菜作りにも参加しているので、自分たちが育てた野菜っていうのはやっぱ美味しいので、そういったところからだんだんにこう野菜が好きな国民性っていうのも芽生えてきているそうです。美味しそうなパンですね、はい、でこれ私たち今回の旅で見た一番古い車です。何年製ですかって聞いたら1930年って言ってました。現役です。あそこでちょっと見えてるかな、裸のおじさんが今ホイールにペンキ塗ってます。これからもまだまだ使う予定だそうです。だからこう80年も乗った車がまだまだ現役で走ってるキューバです。でこの車の中ちょっと覗かせてもらったらこんな感じでした。スピードメーター以外はメーターは一つもないですだからガソリンがどこまで入ったかっていうのも目分量でやるらしいです。水温計ももちろんないので、だけどなんだか分かんないけど扇風機だけはついてるっていうこんな車なんですけれども、ちゃんと走ってる。車検がないっていいですよねそれ考えると、それはもう自己責任で乗ってるっていう感じ、それはそれですごい素敵だなと思いました。はい、巨大ハリケーンにも死者がいないっていうのは皆さんご存知でしたか。はい、キューバっていうのはフロリダ半島の真下にあるので、フロリダ半島ってね、カテリーナとか来てすごい被害があって死者がいっぱい出てっていうので有名だと思うんですけど、それ以上に有名なのはなんとその隣のアメリカで死者が出てても、キューバはなんと死者がいないっていう、この不思議さなんですね。今回お話を聞かせていただいたのは防災担当者のフィリペさん、陸軍大佐だそうです。でこの方はそういうとんでもないハリケーンなどが起きてしまった時に広報としてテレビにも出るようななんか偉い人だそうです。で今キューバではどのようにして防災をしているんですかという質問をした時にこういった説明をされているんですが、この後ろに見えている図というのは日本語にさせていただくとこうなります。危険回避のためには防災のステップがあるんですよという話をしました。災害が起きました、これは火事だったり台風だったり、そういったことが起きたときに、それを回復させる方法というのがみんなで知恵を絞って回復をさせます。
そして回復だけではなく、どうしたら予防できるのかということにもみんなで知恵を絞って準備をします。そしてその予防したやり方というのをみんなに周知徹底させて教育していくという準備もします。で、災害が起きる、回復する、予防する、準備するというのをこう渦巻き状にこういうふうにね、あのなんていうのかな、盛り上げていくんですって。で、そのやり方が完全に一番いいわけではなくて、その次にもう一回災害が起きてしまって被害が出たら、じゃあさらにどうしたらいいんだろうっていうのを考えながら、常に最善に一番いい方法っていうのを生み出しながらいくので、今取られている方法がとてもいい方法なんですという説明をされてました。だからその一回決めた方法を絶対曲げないっていうんじゃなくて、次の年はこっちの方が良かったとなればそっちにいつでもスライドする、そういう柔軟な方法で危険回避っていうのをやっているので、キューバでは非常に避難も早いし、で避難しますというとなんとペットや家畜まで一緒に連れていくそうです。で、獣医さんも一緒なんですって。その同じチームの中にお医者さんがいて、獣医さんがいて、ペットがいて、家畜がいる。で、一斉に大移動する。だからこそ被害がないんだと。そういうことを説明されて、ねえ、すごいでしょう。で、フィリペさん、こんなことをおっしゃってたんです。災害のリスクはすべて国の責任なんだと。ね、聞かせてあげたいですよね。日本の政治家さんたちも。で、災害が来る前に万全の対策を取らなくちゃいけないんだよと。しかも研究には一番偉い知見。しかも4番、この一番弱いところから守る研究をっていうのもすごく私本当大納得なんですけれども、そこに基準を合わせているので被害が少ないとも言えますね。そして、国民は勉強して避難訓練をすると。で、全ての自然のリスクに対しては、対策は国の責任で行うんですよ、それは全部国なんですよっていうことを伺って、本当になんか私、日本のやり方がね、どういうことなのかっていうことを思って質問をしたんです。フィリペさんに、私福島から来たんですっていう話をして、原発事故があったのご存知ですかっていうと、もちろん知ってますっていうことだったので、日本では原発の事故が起きた時、私たちは本当のことは何にも知らせてもらえなかった。例えばメルトダウンしてメルトスルーしてたことも何ヶ月も隠されてた。放射線の拡散予測のスピーディーも教えてもらえずに、濃度の濃いところ濃いところ逃げてた。そんな風に国民を騙してた、嘘をついたんですっていう話をしたら、フィリペさん非常に驚いておられましたし、で、キューバの政府っていうのは国民に嘘をつくことがあるんでしょうかって質問したら、今日配った資料にも書いてございます、後でよく読んでくださいフィリペさんがおっしゃるには、キューバで何か災害が起きたら現場には真っ先にその最高責任者が駆けつける。で、最高責任者が駆けつけて状況を把握してどうすべきかを決めて指示を出す。で、その決定というのは最高責任者が決めたことなので、その後言った誰かが覆すことは絶対にできないというふうにおっしゃったんです。そして嘘をつくことは罪になると。で、嘘をついてそれを隠すことは二重の罪である。っていうふうにおっしゃって、私なんかもう嘘をつきますかなんていう質問をしてしまった自分が恥ずかしいのとそのあまりにもね、当たり前な毅然としたお答えに本当感動して、こんな当たり前のことがなんで日本でできてないんだろうっていうことが本当に悲しくもなったし、でもキューバでできてるっていうことが希望でもあるなと思いました。そしてキューバは医療が無料だということも非常に有名だかと思うんですけど、必ず見てもらえる。お話を伺ったのはホセ先生という医大の先生で、政府の医療担当者でもある方です。キューバの医療制度っていうのは本当に面白いなと思うんですけれども、こういう階層になってるんです。で、ファミリードクターというのがまず地域に必ず一人いて、地元で暮らしてます。1階が診療所、2階が住居になっていて、医師と看護婦が約1000人の住民を担当と書いてあります。約100世帯ぐらいの家を担当しているファミリードクターというのがいて、何かあったら必ず彼らが見てくれます。しかも初期の段階で見てくれるので、重篤になってから高額の医療をする日本
はやっぱり変だよねってさっき補瀬先生っていう方がおっしゃってたんです。私も本当その通りだなと思いました。もっと初期の段階で見つけて、生活指導したり食事の指導をしたりして直してしまうのが一番安上がりでしょって言われて、本当にその通りなんですよね。やっぱキューバ貧しいだけあって、そういうところ本当に頭絞ってます。でファミリードクターが見て、治らなかった、それでも難しい症状だった場合はポリクリニコという地域の診療所に行きます。でそこでもどうしても手に負えない症状だったらホスピタル、総合病院というところに行きます。でさらに大学病院に行ったりして、最後まで治してくれます。医療が無料っていうのは心臓移植しても無料なんだそうです。何をやっても無料、そこがすごいなと思って、だからそこまでひどくならないようにしたいっていうところで、東洋の医学であるとか予防医学にはものすごく力を入れてるそうです。それでキューバの医療は革命当時から現在までこのように大きく進歩しています。平均年齢なんか本当先進国並み78歳、本当に高齢化が進んでいます。あ、高齢化が進んでいますってあまり良くない言い方ですねすいません、はい、乳児の死亡率もアメリカよりも低いくらい、必ず診てもらえるファミリードクターが近くにいるの でファミリードクターはなんか本当に家族の相談役としてもなんかやってくださるそうです。で夫婦の夫婦喧嘩まで仲裁してくれるって言ってましたそれは奥さんに今ストレスがかかってるからあなたお皿を洗いなさいよなんていう旦那さんに指導までしてくれるそうですそんな風にこまめに見て親身になってくださるファミリードクターが本当に家の近くにいるので、非常に病気も少なく、そして病気になっても必ず診てもらえる。でポリクリニックを見てきました。ポリクリニック、これは磁気治療をしているところかな。でこんなどこが病気だか分かんないようなたくましい人も病院に来てました、はい、でリハビリルームがあったりレントゲン室があったり、はい、こちらお医者さんですね。このなんかちょっとお花の派手な柄のワンピース着たちょっと素敵な方、お医者さんだったりするんですけれども、なんかお医者さんと患者さんがとってもフランクで対等な感じがしました。見ていて、喋ってても選ぶってるところが一つもないし、患者さんも堂々とお医者さんに要求してる感じがして、でお医者さんだから特に高給取りというのでもないんだそうです。って言いますのもキューバの国民は全員が公務員なんです。でちゃんと平等に公正にって言ったらいいのかな、お医者さんは若干高いそうですけれども、大体の方が普通暮らしていけるだけのお給料を国から支給されているので、貧富の差、あと社会的なその立場身分の差っていうのがあんまりないので、患者さんだからといってへりくだってることもないし、お医者さんだからといって威張ってることもない、そんななんか関係だそうです。で写真の左から2人目に写っている方がミゲルさんと言いまして、今回通訳してくださった方なんです。で日本で暮らしてたこともあって、日本の在日のキューバ大使館の参事官をしていたということで日本語ペラペラでした。この方はなんと糖尿病なんだそうで、糖尿病であなた必ず検査に来てください、ポリクリニコに来てくださいっていう電報が何度も来たそうです。で1回目来た時ミゲルさん実はお父さん糖尿病で亡くしてるそうなので、とっても糖尿病に対する恐怖感っていうのがあって病院に行くのが怖かったそうです。で1回目無視してた。で2回目また電報来た、必ず行ってください、検査してくださいって言われて、2回目も実はちょっと怖くて無視しちゃったそうです。で3回目また電報来るのかなって思うでしょ、でも違うんですって。3回目の電報は地域のファミリードクターのところに行くそうです。でファミリードクターはその電報を持って、ミゲルさんのお家へ行って、朝目が覚めたらどん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 って戸を叩く音がして、ミゲルさんを起こされて、ミゲルさん何やってるんですか、一緒に行きましょうって言われて、ファミリードクターに手を取られて、ポリクリニコに行ったと。そして、今は治療を受けながらやってるということで、だから絶対に必ず見てもらえる、で誰も見放さない、で何かあればファミリードクターが家まで飛んできて手を引いて病院まで連れてってくれる、そういうシステムができているキューバっていうのはなんかとってもねあったかくてびっくりすることばっかりでした。これファミリードクターのお家です。1階が診療所、2階がドクターの住居になってます。
なんか地域の人がペンキ塗ったりいろいろやってるんだよなんて言ってました。はい、ミリードクター、ここはね女医さんでした。見せていただいたのはこんなお部屋、診療してます。これね処方箋が入ってる箱なんですけど、こんななんかちょっと手作り感たっぷりで、待合室にはこんなの食べたらいいよなんていう果物のいかにも手作りなものがベタベタ貼られてます。そこもねとってもあったかいなと感じました。はい、で大学へ行っても留学に行っても無料、キューバの教育についてお話しさせていただきます。はい、キューバの幼稚園と小学校と中学校が統合されてるなんか総合の学校に見学に行かせてもらいました。こんな可愛い子から、こんなねクリクリした子からちょっと大きい子たちは制服着てます。小学生は制服みたいでした。で制服は、一応これは買うんだそうです。教科書は支給だそうです。無料でもらえるそうです。だけど教科書というのは次の学年にまたお譲りするので、子どもたちは丁寧に丁寧に大切に見るそうです。で、書き込みなんかあんまりしないようにして、次の学年に譲る。でどうしてもこう破れてしまったとか補修もできなくなったっていう場合に関しては印刷するけれど、それ以外は同じ教科書を、ね、代々使っていくそうです。なんかそういうところにもね、子どもたちにも物を大切にするっていうのをそんなことから教えてるのかなと思いました。で地域で仲のいいお宅ではこの制服のなんかお譲りとかもあるそうです。でなんとかちゃんのお下がりを着ているってこともあるそうです。なんかそういうところもね、なんか昔の日本っぽくていいかなと思います。で子どもたちの後ろにゲバラの絵が描いてございます。っていうのもよいしょ、一番大切な授業は国語と歴史ですって校長先生はおっしゃってたんです。でやっぱりキューバが今どうしてこういうふうになっているのか、社会主義を選ぶまで独立を勝ち得るまで その歴史をねキューバの子どもたちにしっかり教えるっていうことが責任だというふうにおっしゃってました。でそこが分かってないと、なんだろう、自分の根っこが分かってないと揺れることってあるのかなと思うんです。例えば資本主義の国を見て華やかで物が豊かであっちがいいななんていうふうにひょっとしたら思うのかもしれない。そんな時に自分たちがどんなに虐げられてきた国で、そこからどれだけの犠牲を払って独立したのか、そこが分かっていたらなんかそこがなんだろう信念となってキューバ大好きっていうふうに子どもたちになっていくのかなと思いました。やっぱり国語と歴史っていうのには日本もねもっともっと力を入れたらいいんじゃないかなと私も思います。そして、校長先生に日本ではいじめ、引きこもり、不登校、ニートいろいろあるんですけれど、そういったことをもちろんキューバにはないんですよねみたいなことを質問したら、まあ、もちろんないという答えでした。でもしあったとしたらおそらくその子だけの問題ではないので、まあ、家庭、友人、学校、地域、その子を取り巻くすべての要因に、原因がある。だから私たちはそこを調査をして解決していく道筋をみんなで見つけていくっていうふうにおっしゃってたので、そういうのがね日本でもなんか学べたらいいなと思っています。はい、はい、エンターテインメントで外貨獲得、キューバの観光。はい、これはトロピカーナという、まあ、なんだろうキャバレーなんですかね、なんですかね、はい、ショーを見せてくれるところです。エンターテイナーがいっぱい出てくる。だけど踊ってるのは公務員と。キューバの人たちは本当にほぼ公務員なので、で外貨獲得してるんですね。あ、キャバレートロピカーナ入場料高いです。11,200円、これはもうキューバ人の年収に近いそうです。だけど観光客でほぼ満席です。ここで思いっきり外貨を獲得してはこれが配給とかになってるのかなと思うと、いや払おうと思いました。払って見に行こうと。そして、レストランに行くと必ず歌ってる人たちいます。もうね、なんだろう、お店に行くとね歌があって踊りがあってっていうのはもう当たり前みたいで、その人たちはやっぱり公務員だったりするんですけど、はい、レストランに入ると必ずみんな歌って踊って大騒ぎしてくれます。だけどそれも本当に何だろう、あ、ラテンの気質と言ってしまえばそれまでなんですけれども、このなんかキューバの歴史を考えるとね、そうやってどんな時でも
辛いことがあっても笑うしかない、歌うしかない、踊るしかないっていうことがきっとあったのかなっていうのを感じさせました。はい、そして街中にはこうした、なんていうのかな、なんて言ったらいいのかな、ちょっとすいません言葉が出てこなくなっちゃった。はい、いろんな、それです、パフォーマーがいるんですパフォーマーがいていろんなことを見せてくれるんですけど、彼らも公務員と、こういうことをやって外貨を獲得することがお仕事の公務員さんですね。でこれ有名な内務省ですね、ゲバラのネオンサインがあります。こういった観光資源もやっぱりキューバにとってはとっても大事なことなのかなと思います。はい、要塞アートにはこうしてアメリカと戦ったんだよみたいなことも展示されてます。そして誇らしげに置いてあるのがアメリカの U2 戦闘機を爆撃しちゃったんですね、キューバ危機の時。それも飾ってありますアメリカに勝ったんだぜみたいな感じなんでしょうかね。そしてカストロやゲバラが朝鮮に使ったあのグランマ号も大事に保管されてます。大切なキューバの歴史なのかなと思います。そして革命の戦士たちは拷問されて殺されたりもしているので、血だらけの洋服なんかも展示されてます。ゲバラのお家、ゲバラがちょっとだけ住んでたお家ですね、そこで、はい、見せていただきました。はい、じゃあゆりかごから墓場までキューバの老後についてお話しします。私たちが見学させていただいたのはこんな立派な、多分元は教会だったところを老人ホームに変えたところです。見せていただいて説明してくださっているのが青いスカートの方です。はい、お家の中こんな感じなんだよなんて、どこでもいいよ写真撮っていいよなんて言うんで、なんかずうずうしく見せてもらったりしてます。成果の練習なんかもして、はい、楽しそうです。食堂に、あ、すいません、ちゃんと喋んないうちに老後終わっちゃった見せていただいたのとっても立派です。入りたいくらい立派でしたで説明してくださったさっきの青いスカートのおばさんはここのね施設長なのかなと思って、施設長さんですかって聞いたら入居者ですって言ってました本当にオープンで誰でも見ていいよっていう感じなんですって。なんか社会主義っていうとすごく閉鎖的で、必ずこうここまでは見ていいけどここから先は見ないでとかね、そういう規制があるのかなと思ったらそんなこともあんまりなくて、どん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 ウェルカムで見せてくれるんですよ。で自分の部屋なんかも見せてくれるし、自分の洗濯物が干してある裏庭なんかも見せてくれちゃうし、なんかなんだろう、思っていたのと全く違うキューバ社会主義、不思議な国です。はい、じゃあ、はい、あと5分になっちゃってるんでまとめに行きます。偉大な指導者と賢い国民の国っていうところで、はい、非常にカストロさんは演説が大好きというので有名な方なんですけれども、広場で何時間も喋るというので有名な方です。で今日は短くしておくねと言いながら2時間も3時間も喋るっていう方なんですけれども、一時期アメリカの週刊誌が富豪ランキングに7位とかって書き立てたことがあったんだそうなんです、カストロさんのこと。そしたらその時に誰かが、国外に私の口座があることが証明できるなら私は議長を辞めるって発言したこともあって、実際証明することもできず、っていうかスイスの銀行にあるって言われてたんですけど、スイス側もないっていうふうになんか言ったそうです。まあ、とにかくお金には私腹を肥やさない独裁者っていう、独裁者って言ってしまったらあれなんですけれども、国民もカストロさんが私腹を肥やすくらいお金に執着してくれるんだったら、むしろその方が僕たち楽だったかもねっていうくらいお金に執着しない人だそうです。それで あるものはみんなに分け与えるっていうことをずっとやってる方だそうです。でそういう方を国民は長年選んできた。で賢い国民っていうのは本当にさっき防災のところで出てきてきた大佐さんが国民に嘘はつけないって言った時に、なぜなら国民は賢いからねっておっしゃったんですよ。ね、なんか私それ聞いた時、国民がパニックを起こすから本当のことは言えなかったっていう日本と本当比べてしまって国民を賢いって信頼してくれる政府と、国民が
まあ、バカだからパニックを起こすんじゃないかっていうことを疑って本当のことを言わない日本と、その信頼関係の差っていうのはすごく感じます。だからキューバの人たちがカストロさんを信頼する、あと地域の人たちを信頼して代表として国会議員として送るっていう、その仕組みとかがね、とってもなんだろう、社会主義でありながら民主的だなと感じます。でキューバでは最高のサービスを受ける権利があるって決まってるんだそうなんです。これはさっきのお医者さんに聞いたんですけれども、日本はね、最低限度の生活っていうふうに憲法で決まってるじゃないですか。私日本国憲法大好き、めちゃくちゃ大好きなんですけど、キューバの最高のサービスを受ける権利があるって聞いたときは負けたなと思いましたあ、日本もそうしたいなと、次々と何が一番いいのかっていうのをこう積み上げていくキューバのようにやっていきたいなと思いました。そして資本主義と社会主義っていうのは、これウィキペディアです。で検索するとこんな風に出てきます。ちょっと漢字いっぱいなんで読まないですけど、こんなことが書いてあります。はい、はい、読んでいただけましたでしょうか。で私これぶっちゃけなんか平たく言うと、こんだけのパンがありましたっていう時に、資本主義はどれだけ自分がそのパンをたくさん取れるかっていうことを主義主張している感じがするんです。で社会主義はそのパンをどうやって分けるかっていうのを考えている国っていう感じがしたんです。だから本当に民主的に代表がね選ばれるのであれば、社会主義っていうのはなかなかいいもんだなっていうふうに感じました。私学校の頃社会主義と資本主義って習った時は絶対資本主義の方がいいって思ったんですけれど、実際見てしまうと、お、絶対こっちの方がいいと感じてしまいました。そしてラテンの明るい気質、キューバはねキューバの人って一生恋愛するんですって、離婚もね平均3回ぐらいするんですってでこう通りかかった女性に今日も綺麗だよなんて言ったりするんですって。で言われた女性は嬉しいから、ますますこう綺麗に飾るじゃないですか。で男は男で、その女性からたくましくてかっこいいって言われたいもんだから一生懸命頑張る。で僕はこんなにたくましい、車も直せる素敵な男性だよっていうのをアピールするし、老人ホーム行ってもそれは続くそうです、恋愛体質なのでで必ず通りすがりの人には綺麗だね君っていうふうに言ってくださるそうです。だからそういう一生恋愛しますっていうのを、これはキューバ人の方と結婚した日本人の方から聞いたんですけれども、それはすごい、まあちょっと疲れるけど素敵ですよねでも日本はじゃあどうなんだろうって思ったら、一生恋愛はしないですよね。っていうか一生なんかみんなでどうやったら稼いでいけるのか、老後にいくらお金を残せるのかみたいなことをね、そっちの方になんか神経を使ってる感じがして、で恋愛しますも疲れそうなんですが、恋愛しますと金稼ぎだったら私は絶対キューバの方がいいなと思った次第ですそして、最後になりますけれども、選挙の違いというのを、ね、せっかく一票一揆なのでこの選挙の違いを入れてまいりました。キューバでは毎回どんな選挙やっても平均 95% 下がったことがないそうです。みんな行きます選挙に。で国会議員は一部優勝なんですが、地方議員は全てボランティア無給です。国家公務員、全員国家公務員でちゃんと給与は保障されているので、それ以上の給料はもらわないんですね。ボランティアで議員をやる。で地域で信頼の厚い、まあ、例えばお医者さんであるとかそういう方が選ばれて、あの人にぜひやってもらいたいねっていうことをみんなで相談して推薦して立候補っていう形になるので、まあ、信任投票みたいな感じで、みんなは、うん、ぜひあの人にやってもらいたい、やってもらいたいっていうことでなるので、もちろん私利私欲に走る術もないので、国民のため地域のためみんなのためにはどうしたらいいのかっていうのを考えるのが議員さんのお仕事。そして投票には立ち会い人が必ずいて、小学生の男の子と女の子がいるそうです。で投票に行った地域の人にお疲れ様でしたっていうふうに敬礼してくれるんだそうです。だから子どもたちは小さい時から投票に行く大人の姿っていうのを見て育つんですね。だから大人になったら必ず投票するっていう、そういうのが根付いていく。で投票する、選ばれた人はみんなのために働く、
でみんなのために働くからさらに信頼される。でその人たちは地域の代表だから地域のことしのためになることしかやらない、企業のためになることをやったりしない、国民のためになることをやっていくっていうのがこう繰り返されていく、いい循環が起きてる。それがなんかキューバの選挙なのかなと思います。で日本は悲しいことに昨年末は戦後最低 59.32% だったそうなんですけど、せっかく持っている選挙権を使わない人がこんなにもたくさんいる。そして政治が悪いとかね、口では言っちゃうんだけど自分は投票に行かないっていうのが続いちゃってる。でどこに入れても同じだもんねという諦めムードもある。それがすごく残念で残念でしょうがないです。どうな、ね、どんな候補者でも絶対に使わなくちゃいけない一票だと思うので、責任を持ってこの人なら自分たちのことを最優先に考えてくれるっていう人に一票を入れて、まあ、一気を起こしていきたいなと思うのです。 そしてキューバは本当にすごい国でした。でもこのすごい国はたったの60年でできた国なので、ひょっとしたらこれからねこんな素敵なお手本がある以上世界中の国が追っかけていけるんじゃないかなと思うんです。で最後に私たちもゲバラになりたいなと思って、ゲバラさんが自分の子どもたちのために書いた言葉です。それをでお別れにしたいと思います。世界のどこかで誰かが被っている不正を心から悲しむことができる人間になりなさい、それこそ最も美しい革命家の資質なのだからと子どもたちに残したそうです。だから誰かが被っている不正、例えばね原発立地の人たちが被っている辛さ、いろんなことありますよね、沖縄の人が被っている辛さ、それを自分のこととして悲しむことができる人間がねいっぱい増えていったら日本もきっと変わると思います。そして投票に行くことすごく大事だと思います。はい、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。やいちゃんまだ行かないで。あ、そうだそうだそうだ、はい、あ、そうだそうだ、ありがとうはい、キューバの奇跡という地球村出版の方250円、今日いくつかお持ちしてますので、ぜひ後ろの方でこっそりお買い求めください院内集会なのですね、こっそり。ありがとうございました。皆さん聞いてよかったでしょう。本当に私ね、福島で初めてたった3人で贅沢にこの同じ話を聞いたときに、もうぜひ一票一揆で みんなと聞きたいって思いました。で郡山から弥生さんが言ったことってすごく意味があって、こんなに子どもやお年寄りが大事にされているっていうのを棄民されているところから見に行って感じるってすごいしんどいことだと思います。昨日の疎開裁判の判決なんでしょうね、あれはね本当に。だから選挙行きましょう皆さんで質問を一つか二つ受けたいと思いますが、なんかね前にいるとすごいね面白かったですよ。皆さんの顔がだんだん明るくなんか ニコニコみたいに変わっていくのが分かって、なんとかしたいなって本当に思います。我が国日本っていうか私たちがねその国民ですもんね。いかがですか、何か感想でもお一つ。なんかでもね皆さんのねうーんとかそうだとかっていうのがもうなんかうんそうそうそう感想になって大丈夫ですか。はい、じゃあ次もよその国のいい話で残念なんですがそうなんです、そう来年ぐらいは日本のいいなし話っていうのをやれるといいですね。ありがとうございました。じゃあ次は増山玲奈さんから、ドイツから学ぶ未来の作り方、原発の片付けとエネルギーの自給自足という報告と提言をいただきます。ご紹介に預かりました画家でジャーナリストをやっている増山玲奈です。玲奈じゃなくて玲奈なんです。はい、よく間違えられます。私は、どういう人かと言いますと、
原発事故の前から2007年から柏崎刈羽原発の近くにうちのおばあちゃんが住んでまして、の時放射能漏れがあったということで調べ始めて、原発って危ないなという活動を勉強したり発表したりしてました。でその前から2003年からイラク戦争のことは良くないなと思って、反対をしていました。そうするとつながってこの2つの問題つながってるんだなということも見えてきて、そのウランを取った時に使えないウランが原発に爆弾になって使えるウランが原発に行くということとか、こういう問題はつながってるんだなと思っていたところに事故が起こって、私は東京の新宿に住んでいたんですけれども、子供を2人抱えて関西に今避難しているところです。うちの下の子供は、イラク戦争に私が行って、うちのパートナーもイラク戦争に行った後にパートナーは7回行ってるんですけど、産んだ子供であったので劣化ウランの被爆というのも最初から気にしていたということもありました。なのでまあ劣化ウラン、そして、日本人だから広島長崎のこと、そして今回の福島のこと、なんかこれだけ出会ったらもう一生のテーマにしたいなと思って、なんとかこのひどい状況、人種差別、帰民政策というものを少しずつ変えていきたいなと思って、日々、取材をしたり絵を描いたり講演をしたりしています。その中で、昨年ドイツに行きまして、ドイツでの原発の状況を勉強してきましたのでご報告したいと思います。ドイツ大きく分けまして30分ということで駆け足で日本と比べながら行きたいと思います。お手元にレジュメがありますので、開いていただけたらと思います。廃炉について、核の処分場の問題について、再生可能エネルギーについてということで、それぞれ10分10分10分と駆け足にしながら、日本での状況と照らし合わせて、じゃあこれから今私たちどっちの方向に行けばいいんだろうということも踏まえて話していきたいと思います。まずドイツは、これはチェルノブイリの後の、ヨーロッパでのセシウムの降下量なんですけれども、福島と比べても広範囲にチェルノブイリ事故というのは土壌汚染しているわけなんですね。でドイツはフランスの隣になるわけなんですけれど、ドイツの中でもホットスポットがあった状況です。そういうこともあって、もともと1986年にチェルノブイリ事故が起きてから、ドイツ全土で、原発についての市民運動が起こっていきます。で当時は東ドイツと西ドイツが分かれていたんですけれども、その時に東ドイツは今の日本みたいになかなか自由に発言ができなかったり運動ができないということもあったけれども、それでも市民は集まって数十人単位での勉強会を、教会でやったりしていました。そういうことがベースとなって89年ベルリンの壁が崩壊した後にドイツで大きなことが起きます。それはどういうことかと言いますと、ドイツの半分を占めてた東ドイツの原発が全部一気に11基止まったんです。たった1年の出来事でした。プルークバイル博士、これが出てこないかな、ダメでしたので口で説明します。そこに当時市民の代表としてこういう講演会で勉強会の講師をやっていた現在のドイツ放射線防護協会のブルークバイル博士、ベルリンに住んでまして、その時に、の時に暫定政権というのが89年にドイツに生まれます。その中で市民代表の政治家が、6人代表として
できまして、その中の一人がプルークバイル博士でした。で、博士は何をやったかというと、1年間に原発の秘密資料を全部集めて、それを国民に発表したそうなんですね。そしたら最後の方の東ドイツというのは、財政もすごく悪かったので、使っているパイプがとても劣悪なものだったり、中性子線に強い素材で原子炉を作らなければならなかったんだけれども、普通の鉄で作っていたり、はちゃめちゃなものだったらしいんです。一つの原子炉を東ドイツはロシア製の原子炉の計画だったんですけど、計画書を作るのに最初から終わるまで5万箇所も予算がないから、ここはカットとか、ここは違う素材でやりましょうとか、さまざま改ざんがあって作られていたということが国民の目の前に出たんですね。で、当時西ドイツと東ドイツで暫定政権と西ドイツの当時の政権が集まって、これから東ドイツにある工業をどうしていこう、小学校どうしよう、医療どうしようという会議をする中で、原発のことも話し合われていました。西ドイツの当時の大臣が、2011年にドイツの倫理委員会の代表だった環境大臣のクラウス・テプファーさんという方でした。で、彼はもともと原発推進の方だったんですけれども、あまりの惨状を目にして、これは西ドイツが管理しようと思ったけどやめようということを89年に決めました。で、当時西ドイツの原発メーカーだったジーメンス社も、じゃあうちらが最初は管理して儲けようよみたいな感じで、その会議の席についていたんだけれど、ちょっとメンテナンスコストがかかりすぎるので無理ということで、やめたんですね。で、11基の原発がいっぺんに廃炉になったということで、そこからドイツのヨーロッパでもかなり早い時期から廃炉の作業が始まっていきます。で、私はドイツで一番古いラインスベルク原発というところに視察に行きました。どうなってるのかな。はい。で、これは廃炉の作業中の労働者の写真なんですけれども、今は、かなり廃炉が進んでいて 70% ぐらい進んでいるということだったんですが、廃炉を一基するのに70年かかるということでした。で、ラインスベルク原発の場合はこれが工程表になるんですが、最初の5年間は原発をとにかく線量を下げるということで、置いておくんですね。なので、実際の作業は90年に止まってから95年からスタートするという形でした。そこから周辺の危機、周辺の危機から始まって二次冷却装置とか、だんだん線量の高いところに移っていって、これが原子炉になるんですが、実際の原子炉に取り掛かれたのが2006年でした。なので、その15年間の間は周りの放射線量の少ないところを少しずつ解体していくという作業でした。で、現在の法律ではドイツは廃炉した後の処分、廃棄物をどうしているかというと、最終処分場が決まっていないので、電力会社が持っている原発の場合はその敷地内に置くことで、国有の原発の場合も国有の原発の敷地内にある中間処分場に置くことで、中間処分場はドイツに4カ所あるので、そこの、処分場、中間処分場に置いていくものもあるんだけれども、高レベル放射性廃棄物については今のところその処分場、原発があったところ敷地内に置くということになっています。で、私が取材しに行ったのは元東ドイツの原発だったので、今は統一ドイツの所有物ということになっているので、処分場に中間処分場に置かれるものと、高レベル廃棄物についてはグラウブスバルド原発という同じくドイツの国有の原発で、ラインスベルクからちょっと離れた北側にある原発に置かれていました。で、なるほど、これはいいなと思ったのは、
もともと原発の周辺で脱原発運動を行っていた人たちがベースとなって、あの廃炉の会社に次は何の作業をやるんですか、いつ運ぶんですか、放射能出てるんですか出てないんですかということを結構うるさく気にするんですよ。なので、法制化されて州ごとに少しずつ違うんですけれども、基本的にはその国有の廃炉会社、廃炉の作業をするときに廃炉会社は逐一周辺住民にこれから何の作業をやりますいいですかと確認をしながら、あの作業を進めなければならないということになっています。で実際にあのの原子炉を運んでいくときも周辺の住民に、話がいきまして、こういうふうに燃料棒をしまわれて、電車で運ばれたんですけれども、ドイツ全土からその運ぶ電車を目撃しに漏れたりしないかとか、そういうことをきちんと国民がチェックしているということがありました。日本もそういう体制を作らなければいけないなと思うんですけれども、残念ながら日本の場合、いつどんな原発の、あの廃棄物が運ばれているのかというのがほとんどわからない状態です。一度私の、パートナーもジャーナリストをやっているんですが、ドイツテレビから取材があって、明日首都高プルトニウム走るから撮影してきてっていう電話があったことがありました。日本からじゃないんですよ、タンポポ社さんにドイツテレビから連絡があって、で、うち あのパートナーが撮影しに行ったんですけれど、住民も知らない、渋谷区の警察も知らないような状況で運ばれているそうです。なんで分かったかというと、その運ぶ浜岡原発の敷地の近くにある警察には告げられるそうなんですよ。で警察が内部告発をドイツテレビにしたということらしいんですけど、そうやって回り巡って知られてくるんだけれども、基本的にはすごい、のぼうずに今までも廃棄物が動いてたと。でそれが今福島の事故が起こった後も同じようなずさんさが続いている状況だと思ってます。時間短いんですが凝縮して言うと、あの福島は除染の現場に取材しに行ったことがありますし、その被爆労働者の方への取材を行ったこともあります。ちょうど今出ているスパに私が取材した、福島での被爆労働者の方々のインタビューも出てますので、よかったら後でコンビニでゲットしていただけたらと思うんですけれども、あのものすごいひどい環境の中で作業をしてました。除染の作業員も7マイクロ10マイクロの中ノーマスクでタバコを吸ってご飯を食べて、何の放射性の知識もないままそのままおっちゃんたち働いてて、防水シートも、放射性の対応するものではなくてただのシートなんですよね。関西の業者さんが働いてました。で、今回福島での汚染水の問題が取り上げられてますが、あそこに使われているシートも私東電の広報に電話して聞いたんですけれども、どういう素材なんですかということを聞いたら、の都内で雨水をためるシートありますね、そうポリエチレンの薄いシートなんですけど、そういうものを3枚重ねにしたものを土を掘って重ねて、3枚重ねてると。で下だけコンクリートをやってるけど側面はのシートだけなんですよね。でしかもそのシートはあのポリエチレンっていうのは放射性物質によってだんだん劣化して硬くなったりする素材らしいんですよ。でしかもどこのメーカーが作ってるのかって問い合わせてみると、そのメーカーは今まで原発との取引のないメーカーが作ってました。今回が初めてですだということで、でもうちはシートだけを出してるから実際の施工は違う業者さんがやってると思うから施工ミスかもしれないし、うちのミスではありませんみたいな感じの対応が返ってきて、こりゃダメだと思いました。ドイツの私が取材した EWN 社というのはドイツ国営の会社で廃炉専門の会社なんですけど、一応取材しに行くと職人の誇りとかあるんですよ。で我々は世界でも最高技術を持っていて、ロシアの潜水艦の解体作業もやったし、で原発の原子炉を解体する時のノコギリも一から開発して、ドイツ中のすべての金属メーカーから腕利きの職人を
こうピックアップして新しく開発から進めたんだよとかその技術について熱く語ってくれるんですよ。でドイツではその廃炉の作業員の社会的地位も高いんですよ。彼はいろんな大学に講演しに行ってその新技術について、1時間半の PDF のレクチャーをしてるんですね。でただ日本の場合その廃炉の現場にいる方どういう方なのかと聞いたらこの2年間で賃金はどんどん下がってきてると。最初は1万6000円ぐらいだったけど今はもう日当1万切ってると。でまた健康保険証もないんですよね、払えないから。でまた住み込みで働くので解雇されたと同時にホームレスになってしまうと。すごく様々な、でもちろん病気になった時の保証も出ないという中で孤立して戦われてました。で私彼らの声を聞いた時にこれはひどいなと思って、ああ危ない、なんとかしなければと思って、第一部の方のまとめの方は子ども被災者支援法、彼らと一緒に戦いませんかということを今日言いたかったんですよね。で福島の甲状腺がんになってしまった子どもたちも早く救済しなきゃいけないし、移住、疎開、安全な食べ物を与えるとかいろんなことをしなきゃいけないけど全く動いてくれない。その中でできたら私たちお母さんたちと一緒にその今孤立している被爆労働者の方たちも一緒に声を上げていくことができないだろうかというふうに思ってます。ものすごい線量を浴びてて678ミリが最高の線量で100ミリシーベルト以上の線量を浴びた方はもう134名東電の発表で134名います。実際は線量隠しも多いですしおそらく累計でいうともっといらっしゃると思います。私が住んでいる阪神では今まで40万人いた被爆労働者の中でたった11人だけ労災申請を受かったんですけれども、そのうちの10名は亡くなってからの労災申請だったんですけど、そのたった一人生きている間に労災申請を受けた長尾さんという被爆労働者の方がおられまして、私は生前にお会いできなかったんですが長尾さんと一緒に戦った村田三郎医師にこの間会ってお話を聞いてきまして、その戦いの様子なんかを聞きました。 できたら村田さんと今の被爆労働者の方たちとかそういうことをうまくこういう論文を翻訳したら聞いたよとかいろんなことを教えてくださったので、できたら、今の困っている人たちと一緒にの長尾さんが作ってきたたった一つの勝利をねうまく合わせて実際の保証例をこの国で作りたいなとすごい思っているところです。で次は核処分場の話に移ります。ドイツではですね核処分場4つあります。処分場4つあります。で大体東京からその名古屋ぐらいの地域で車で移動できるぐらいの距離なんですけれども、どういうところを選んでやっているかというとこんな塩が取れるところなんです。これ食卓で食べる岩塩、360度床も壁も天井も全部岩塩の地層を選んでドイツでは処分場を作られています。でこれが処分場の内部です。私は実際には入れなかったので入った連邦議員のドロテー・メンツナーさんに資料をいただいて、状況を教えていただきました。ゾッとするのがこの茶色い部分何かっていうとこれ水なんですね。で実際に岩塩の地域なんで選んだかというともうずいぶん昔からあるしおそらく安全だろうということで選んだんですが、実際に、地下400メートル、600メートル、700メートルの深さに、廃棄物を埋めるんですけれども、そう埋め始めるとこうやってポタポタ水が毎日垂れてきてしまう状況だそうです。ドラム缶の中に入れて埋めるとドラム缶の表面がしっとり濡れて漬物状態になってくるということで、でドイツ中であれやっちゃったなということで、やっぱり水と放射性廃棄物が、合わさってしまうのは
地下水を汚染するし危ないということで、今その4つの処分場の計画がほとんど止まっている状況です。私はその4つの処分場すべて見てきたんですけれども、下見をしてきたんですが、これがまずの最終処分場の候補地のゴアレーベン処分最終処分場の前です。この私の後ろにある建物が地下600メートルのエレベーターの地上部分になります。これも、2200億円をかけて建設されたんですが、水漏れがするということがありまして、今建設がストップしています。でこの写真 の、 右端にいらっしゃるのがドロテー・メンツナー連邦議員さんで、ドイツ左翼党の議員さんなんですが、ゴアレーベンのあるニーダーザクセン州の選出の議員さんで、彼女が、初めて、ゴアレーベンの処分場危ないよということをいろんなデータと一緒に議会に出したそうです。使用の問題もありますし、もう一つ天然ガスの問題もゴアレーベンの場合はありました。塩を採掘しているときに地下で何回か天然ガスによる爆発事故も起きたということが東ドイツ時代の資料に残ってたんですね。そういうものを合わせて議会に提出するということを、行って、なんとか計画が収束に持っていっているところです。でこの、ドロテーさんの、隣の方は地元の住民の方なんですけれども、キャスティンさん、キャスティンさんのお話を聞くと、ゴアレーベンには地下には埋めてないんだけれども、地上部分には中間処分場で核廃棄物がもう持ってきてあると。そうするとどういうことが起きるかというと、周辺の男女比が女の子の方が少ないそうなんです。でそれが因果関係があるのかないのかきちんと調べてほしいということを訴えているんだけれども、なかなか、調べてくれない。でまた原発の周辺で白血病が多いという調査もドイツは、90年頃ですね、国家の調べで一度明らかにしたことがあったんです。でも明らかにしたんだけど、どこの原発も、5キロより1キロ1キロより、500メートルと近い方が発病率が高いという結果が出たんだけど、いやこれは放射能以外の何かの原因だということになって、そこで計画はストップしたらしいんですが、それもあって住民の人たちは、白血病なんか多い、原発と白血病の関係についてすごく詳しいそうです。で小児白血病がゴアレーベンの周りでも多いというふうにおっしゃってました。キャスティンさんにもお子さんいらっしゃるんですが、お子さんも体調が悪かったんですけど、それは因果関係がなかなかわからないということで、そこも どの世界でもうやむやにされがちでもやもやするところですが、明らかにしていきたいなと思います。でドイツから処分場のことで学べることは何かなということなんですけど、4つの処分場が、きちんとネットワークを持って住民が動いてるんです。さっき の、 その廃炉の現場にドイツ国中から何万人集まって監視をするという話も言いましたけれども、原発の廃炉現場から処分場に持っていくまでずっと市民が何万人も監視するとかいうことがあるそうなんですね。でそれぞれの処分場がある地域というのは、原発が作られる町と同じように過疎化した地方で仕事がない、そういうところが選ばれているんですが、それでも孤立しないでつながろうということで、ドイツの場合は4つの処分場を400台のトラクターでぐるっと2週間以上かけて回るっていう大きなデモをやったそうです。なんかそれもいいなと思って、私たちも今日本中に廃棄物の処分場を作られようとしていると思うんですけれども、それでこれなんですが、それをただ黙って見てるだけじゃなくて、できたらその全国の力を合わせて一緒に監視したり見つめていこうよということをできたらいいなと思います。でこれは何かと言いますと、私が作った図なんですが、これはこの2年間で
日本で焼却場や処分場を作るために復興予算から出された金額を各都道府県ごとに割り振ったものです。この中には実際の復興予算を使うということで、その実際の被災地も含まれています。ただ被災地をの処分場を作るならまだいいんだけれども、そうではない被災地ではない、例えば富山とか大阪なんかは瓦礫を受け入れ検討しただけでこれだけの予算が降りて処分場を作られています。そもそも日本には焼却場はこれ以上いらないんですよ。日本の世界の4分の3の処分場今日本にある状況です。それなのになんでこの2年間子ども被災者支援法に1円もかけないでこう処分場にお金作ってんのっていうことで、私とてもこの問題きちんと見つめていかなきゃいけない部分だろうなと思っています。できたらこういうことを日本中の活動している市民の方、福島の方、そして関西の方、北海道の人、いろんな人が一緒に見つめ合って監視していきたいなというふうに感じています。で、駆け足でしながらですね、で大体、処分場の問題はいったかな。でその瓦礫受け入れについてなんですけれども、私は関西の神戸に住んでるんですが、神戸でも何度も処分瓦礫反対の運動とかやってたんです。で関西では13人の友人が逮捕されたんです。これ全国の方々に知ってもらいたいことなんですけれど、反原発運動の中でも瓦礫とか処分場に関する運動をした人、そして脱被爆、被爆を軽減しようっていう運動をした人たちはすごく狙われて逮捕が進んでいます。まだ戻ってこれない友人もいます。もう半年近くなるんじゃないかな。で、一度拘束されて戻ってきたんだけれども、その後その瓦礫反対の友人同士が連絡を取ってはいけないとか、そういう条件がついて帰ってきた友達もいて、私連絡取りたいのに取れなかったりとか、なんかね、その運動を分断しようという。逮捕の容疑は瓦礫の説明会を橋本がねやったんですよ。それは此花の区民ホールでやったんですよ。区民ホールというのは公共の施設で、普通に市民が数千円で借りれるようなところなんですよ。そこに、来れるのは此花区民だけって言われたんです。でも大阪市民だって気になるし、隣の尼崎の市民だって気になるじゃないですか。だからみんな集まったんですよ。で部屋には入れないけど敷地内に入ったんですよ。それで逮捕、不法侵入で、ある一人の大学の教授はなんで逮捕されたかというと、君2ヶ月前駅の中でチラシ配ったよねって、で JR の職員にやめろって言われたのにやめなかったよねっていうことで逮捕されたんですよ。本当に容疑はめちゃくちゃな状況です。でこの間は富山にも取材に行ったんですけど、富山も瓦礫受け入れこの間から始まって、受け入れる予算の6倍もの費用を国から復興予算で新しい焼却施設高岡市に建てたんですけれども、富山市で最終処分場がある山本という地域があるんですが、そこでお母さん方が最初に署名を集めたら、もう9割近い住民がいや瓦礫の焼却灰を持ってくるのはやめてほしいし、まずもっと説明してほしいっていうことだったんですよ。でもトントントンと数ヶ月でもう市長は持ってくる処分場ここ決めて、もう12月に持ってきちゃったんですよ。でちょっと待って、まだ説明してって、その地元のお母さんたちが集まったんですよ、処分場の前で。そこで集まった13人が今度は富山市長に刑事告発されたんですよ。そういうことが、あと5分です。そういうことが続いています。で各地の人たちは本当に心を、苦しいというか焦燥感に駆られて孤独感に駆られています。なのでできたらそういうことを全国でつながるネットワークを作っていけたらいいなというふうに思ってます。再生可能エネルギー、あと5分で喋りますすいません、欲張りで。
ドイツはドイツの再生可能エネルギーの特色はですね、このように地域独立のエネルギーということなんです。日本は電気は買うものっていう発想がまだまだ抜けてないんですが、ドイツの人たちは 100% 再生可能エネルギーを自給したい、自給している地域がまずこの濃い色のところです。で、その周りの薄い色は、いや隣町みたいにうちらも 100% 目指したいなっていうふうに目指している地域です。約4分の1の地域がエネルギーの自給自足に向かって動き始めています。で、例えばドイツの場合は北は風力が多いんですけれども、南は太陽光を、大きな農地の上に太陽光のソーラーパネルを建てているところもあります。で、日本もこういう自給自足型の地域主体のエネルギーに変えていけたらいいなと思ってます。ちなみにこれは原発がある地域で、原発がある地域の反対運動という形でエネルギーの自給自足が始まっているケースが、ドイツの場合結構多かったです。で、その中で、この方はちょうどゴアレーベンの地域から16キロ離れたところにある、ディーターさんという方なんですけれども、ビストロ村というところに住んでいるディーターさん、もともと故郷を守りたいという思いでゴアレーベンの最終処分場計画に反対してた方です。で、ベルリンの壁崩壊の89年の時にもう自分は原発の電気は使いたくないということで、自然エネルギーの会社を作ることを決めて、80人から25万円ずつお金を集めて最初の風車を建てました。で、その風車は回り始めると儲けが出るんで、その80人の人にこう利息が出るような形でお金も還元されていく、そういうのを目の前で見てると、じゃあ次の風車は自分も出すよみたいにどんどん協力者が増えて、今は4台の風車が建ってます。で、私は3台目の風車を登らせてもらったんですけど、ちょうど89年原発を作ろうと言ってたGメンス社の風車で、今はGメンス社が風力発電の世界的メーカーに変わりまして、これから50万人の雇用を新たに風力発電で作っていくということでした。で、日本もそういうことをやらなければならないということなんですけど、この方たちは私の近所の宝塚の市民、風力発電を作られた中川恵子さんという方 の、 団体なんですけれども、関西では初めて作られた市民風力、関西圏ではそうですね、兵庫県では初めての風力発電、太陽光発電がこの間オープンしました。で、中川さんたちの場合はもう少し規模は小さいんですけれども、最初320万円の予算を集めて太陽光を自分たちで、作って運んだんですね。これ運んで、太陽光というとこう立ってるイメージあると思うんですが、あんまり角度関係ないみたいで、中川さんたちは5度なんですが発電効率割といいそうです。で、これどういうふうなシステムでお金を集めたかというと、市債のシステムと同じで10万円借りますよと。で、その10万円は10年後に11万円にして返しますよという契約をして市民から集めるそうです。そうすると、福島のことがあった、何かしたいと思っている方が、じゃあ10万円なら出すよ、しかも11万円になって戻ってくるんでしょうということで、お孫さんを10年後の受け取りの名前にしてやる方とかも多かったということです。なんか素敵と思って、そういうなら私たちでもできそうみたいな気がして、ぜひ宝塚スタイル皆さんも真似して、各地域各地域でエネルギー作っていけたらいいなと思います。で、そうやってエネルギーを街で作っていくのがなんでいいかということなんですけど、単なるエネルギーの問題だけじゃなくて、自分たちの街を自分たちで作っていこうとすると、じゃあうちの街の地域の特色って何だろうとか、その、小水力がある高さの、
山があるとか、あとこういう産物が取れるからバイオマスができるねとか、自分たちの地域を考えることにもつながるし、こうディスカッションを町の人たちでやっていく中で、こう地域主体の優しい町づくりにつながるそうなんです。ドイツの場合も住民の方たちが話して、じゃあ駅前に余ったエネルギーを使った電気自動車をご老人のためにタダで使えるようにしようとか、さっきのキューバの話みたいですけど、そうやって上から管理するんじゃなくて、自分たちが住みやすい街を作るということにもつながっていくんだなということを、あの中川さんたちの姿を見ても思いました。でこういう動きによってだんだんあの宝塚の市 の職員も変わってきたそうです。ちなみに宝塚市長はまた市民派 の応援してくれる脱原発派の中川市長はまたこの間当選したとこなんですけど、こういう小さな単位からも始まっていく革命を、日本中で起こせたらいいなと思って3分オーバーしましたが、駆け込みで話しました。はい、以上、何かお話、質問などありました。 あとそういえば宣伝もしてもいいですか、忘れてました。はい、そうなんですよね。で、これはですね、私絵本を作りまして、これは原爆と原発というタイトルの絵本なんですけれども、実際に江戸川区にある原爆の犠牲者の追悼碑、みんな犠牲者の被爆者の方たち400人が丸木入さんとトシさんの絵をみんなで彫った、宝塚の太陽光みたいにみんなで彫った、の記念碑があって、それをモチーフにした作品です。でこの原爆のことだけじゃなくて、今起きている原発事故の問題も重ねて書きたいなと思いまして、で東京でも統括地域の方は線量も高い方でもあるし、黒い粉が見つかった近くでもあるしということもありました。で原発事故のことを書いたり、あの石がずっと原爆のない未来を作るために祈ってたのに、こんな僕の頭の上を放射能を作る原発の電気が通ってたなんてって石が後悔したり、その石の目線で書いた物語で、の私たち日本人としての広島や長崎で起こってきたことと、今福島で起こっていることを忘れないように伝えていこうという思いで書きました。でこれ後ろにちょっと持ってきています。サインか似顔絵かつけ、ワンポイントアートかをつけて、高くて申し訳ないんですけど1000円で、自費出版をしまして、これが売り上げでまた英語版を作ったりとかしたいなと思っていますので、よかったらぜひ今日お土産に買ってってください。どうもありがとうございました。増山玲奈さん、ありがとうございました。時間を、ね、もっとたくさん使っていただけたらよかったんですけど、本当にありがとうございました。皆さん何か質問ありますか。多分簡単には聞けない、いっぱい本当はあれですね、いろんなヒントが、ひとみさんのキューバ報告もそうでしたし、増山さんのドイツの話そうでしたけれど、本当に私たちの暮らし方へのいろんなヒントがたくさんあったので、質問というよりは多分皆さんこれを一つのキーワードというか気づきにして、何かお仲間とアクションを、はい、どうぞ一言。そうですね、ちょっとドイツの方とかで、国民レベル、市民レベルでもいいんですけども、増山さんがお会いになった市民とかの、その被爆というか放射性物質の危険性みたいなのは、知識レベルっていうのはどういうふうに感じられましたか。報道とか、あと学校教育とか、あと、まあ、その市民の会話でもいいですけれども、なんか意識レベル高いなとか、そういうことって感じられた場面っていうのはありましたか。まずドイツでは見えない雲っていう映画の元になった小説が
小学校の教材として使われているということもあって、ベースとして放射能は危ないんだっていうことは、みんなある程度知っていました。でこの処分場のところにあったんだった。どこだ、ちょっと待ってくださいね。どっかにいつも、これは出てこないか。あ、ダメですね。じゃあ口で説明すると、ドイツの場合はそのチェルノブイリの、何倍かの事故が起きた場合どのような被害が起こるのかというのを89年に西ドイツの大学が一度発表している表とかがありました。そうするとドイツの場合は人口密集地がロシアに比べて多いので、何十万人がんが出るだろうとか、その事故の、大きさが5倍だった場合はどうだろうとか、そういうのがシミュレーションを行ったり、政府発表でそういう事故が起こった場合はどうすればいいかというムービーを作ったりということがありまして、基本的に日本より被爆防御の知識はあるんじゃないかと思いました。ただね、数字が結構めちゃくちゃでした。その食べ物の基準値っていうのもドイツ放射線防護協会は子どもはできたら3とか結構厳しめなこと言ってますが、あれは理想的な数値であって、一般的な数値は州ごとに違うんですけれども、割とアバウトというかそんなにものすごい低いわけではなかったし、どこまでが放射性廃棄物かという、日本だと8000ベクレルっていう敷地も州ごとに違ったりして、きちんと管理されているかというと、みんな脱原発の人たちも数字には弱いって印象を受けました。私が会った人で国会議員とか結構立派な人たちも、年間でその被爆労働者の基準値はいくつだったかなとか言って分かんなかったし、いくつかの反核団体にも聞いたんですが、州ごとに違うということだったんですよね。なのでちょっと知識と数値のバランスがアンバランスかなと思いました。すみません、富山と申します。さっき70年間で廃炉っていう計画になっているっておっしゃったんですけれども、それはその1からその70年間までの工程が全部発表されていて、でどこでどういうふうにそれを認定しているっていうのかな、それだったら大丈夫、廃炉できるねっていうことを承諾というか認可というか、そういうふうになさっているのかどうかを知りたくて、だから日本の場合40年って言ってますけど、とてもそんなもんじゃ終わらないよねっていうふうに巷では言ってますよね。だからそこら辺が知りたいと思うんです。でまあ、最終処分場がまだ決まってないから70年でもまだ、ね、残ってるわけですけれども、とりあえず大丈夫そうみたいなところのこう作業工程みたいなものがどういうふうに決められてみんなが納得しているのかっていうあたりが知りたいなと思いました。まず、ドイツの場合は州政府が結構力を持っていて原発を止める権限もあったりするぐらいなんですね。でまず、廃炉計画は各州に出すそうです。でこういうドイツ全体としてはどこまでが廃炉とするかという、認定の基準が確かに日本と違くて、日本はその最終的な建屋すべてを片付けるところまでを廃炉というふうにドイツでは決まっているし、そのスイスとか、ヨーロッパでも、建屋全体を解体するまでというふうな基準があるそうなんですけど、日本の場合はないんですよ。電力会社の言い方次第でみたいな形で、きちんとした廃炉の基準が決まっていないという問題があるそうです。それで40年と70年という開きが出てきてしまうみたいです。で廃炉最後の建屋を解体するときがやっぱり周辺に放射能が漏洩してしまったりするので、そこでかなり最後寝かせなきゃいけないっていう時間も含めて70年ということでした。実際は主だった作業は私が見に行ったらラインスベルクは2013年に見に行ったんだから23年経ってるわけなんですよ。廃炉作業を始めてからそこでもう予算の8割ぐらい使い切ってる状況なんですね。
なのであとは労働者の数というのもそこまではいらず、待つ時間っていうのが長いということなんだと思います。ありがとうございました。じゃあので質問はここまでということで、本当ありがとうございました。はい、あの記念すべき機会を与えていただいてありがとうございます。じゃあちょっと日本の話を、あの福島の方の状況を話していただくと思います。あの増山さんも、ひとみさんで福島から来てるからよくわかるんですけど、増山さんもあのお席でどうぞ。福島の話をあの聞いて、で多分ね つながれるといいなっていう人たちもたくさんいるので一緒にいきましょう。じゃあ時間がですね、ほんのちょっとずつで あれですけれど福島の方の、そう今出た焼却のことをちょっとこの院内集会でも一度講師に来ていただいてみんなで情報共有したところなんですけど、鮫川村の話をちょっとだけお願いします。皆さんこんにちは。鮫川村の隣の花町というところから参りました和田と申します。よろしくお願いします。すいません飛び入りであの貴重なお時間を頂戴しまして、2月の23日に、この場に呼んでいただいて、鮫川村の、高濃度、放射性廃棄物、8000ベクレル以上の指定廃棄物と呼ばれる高濃度の放射性汚染物を焼却する処分場焼却炉を建設する計画が鮫川村で今進められています。それは県内で日本全国で初めてのモデル事業とされていまして、世界でも初めての試みだということなんですけれども、これを皮切りに全国にこの指定廃棄物のある市町村にこういった焼却炉を建てる予定ということになっています。で、3月23日の、その後ということで少し内部的なことをご説明させていただければと思うんですけれども、すいませんちょっと座らせていただきます。前回お話しさせていただいたのは非常にですね地域的な、特質というかですね、地域性が非常に、閉鎖的で住民運動がやりにくいという、非常にしがらみの多い地域性ということをお話しさせていただきまして、その後なんですけれども、私たちの、仲間住民運動をやっている仲間がですね、鮫川村の人たちの何人かが非常に圧力を受けていて、それも家族とかそれから親戚の方からやめろコールがすごくかかってまして、集まりにどんどん参加する機会が奪われてきていると、ほとんど顔を出してもらえないような状況になってきています。それから2月3月から3月にかけてこの焼却炉の建設予定地である、青野地区といいますが、そこで3回、説明会が行われました。でそこは、住民青野地区の住民限定の説明会で、村民にも知らされない、住民個別に、案内を送付して、密室で行われるという説明会で、1回目と2回目はマスコミも排除して行われました。で私たちが抗議をして、3回目はなんとかマスコミだけは入れてもらえたんですけれども、私たちは入れてもらえませんでした。私はその焼却炉からわずか、1.5 キロ余りのところに住んでいるんですけれども、花輪町民だということで入れてもらえません。で、その3回目の説明が終わった後にですね、村長以下推進派の、議員とか区長とかそれから、村長の講演会なんかを使って、反対派の人たちに必要に、圧力をかけて切り崩しを行いました。でその結果、地権者18件
の地権者の半数は反対をしていたんですけれども、これが覆されて、今18件のうち反対しているのは2件だけになってしまいました。でこれをもって、4月の23日福島民有で発表されたんですけれども、村が地元のほとんどの理解を得られたということで環境省にゴーサインを出したということが報道されました。ですね、それで村、鮫川村の特徴なんですけれども、人口が3826人しか いませんで、非常にその、親戚血縁関係それから、地縁血縁がすごく、強いというところで非常にその反対運動がやりにくいということを本当にいろんな人から聞いています。で私たち村長に対してその対話集会というのを何度も何度も求めているんですけれども全く聞き入れてもらえずに、なんとかですねその反対派の人と賛成派の人が一堂に会して本当にこの心を割って話し合う場をなんとか設けたいということで、カダッペ鮫川の会というのを2回開催しました。カダッペというのは地元の方言で語ろうよということなんですけれども、鮫川村の未来についてみんなで話し合おうよとそういう場を2回ほど設けました。でこれは村民が呼びかけて行ったんですけれども非常に、残念なことに村民の参加が限られていまして理由を聞くとやはりそこに参加をすると仲間だと見られるということでなかなか参加していただけないそういった非常に特殊なところであります。で民生委員の方なんかはもう本当に家族構成まで全員分かってしまうというような本当に村民同士知らない人はいないようなそんなとてもつながりの濃い地域だということで、村の中で反対すると生きていけなくなるという声をいろんな人から聞いています。でこれに対してですね、私の住む花輪町というのは隣町で9000人いましてやはりここの9000人、いるということでその住民運動の差が大きく現れているというふうに思います。で花輪町でもこのバイオマスの発電施設の計画というのが持ち上がってましてこれは森林除染の伐採木を燃料にするということなんだそうなんですが最近分かったのは震災木質瓦礫も大量に燃やすという計画であるということがだんだん分かってきました。それで、これに反対する人たちが、花輪町ではもう町の中心部からどんどんと自主的に活動してまして反対署名をどんどん集めていますということでこの人口の違いというのがかなり住民運動に現れているなというふうに思っています。ただ市長はどちらもですね花輪町も鮫川村も似たり寄ったりで、花輪町の町長がですねなんとこの間課長レベルをですね全員集めて、その中で反対署名をしている人たちがいるということを、厳重注意をしたということを聞いています。で花町の方はかなりその反対運動が進められているのでその点は安心しているんですけれども鮫川村の方は、本当にそういうことで、声を上げられない地域ですので、本当に、皆さん、先ほどの増山玲奈さんとかジャーナリストの方にぜひ次回は取材をしていただいて記事を書いていただきたいというふうに思います。でつい先日ですね、村長と、環境省の課長が、北茨城市も隣接しているんですけれども北茨城市長のところに、訪問したという情報が入りました。ということは、おそらく、工事の再稼働の承認を得に行ったんだろうというふうに思われます。で同じくおそらく、隣隣接しているいわき市花町にもその承認を得に行っているのではないかというふうに思います。
で、その後はどのように進められる、計画かというと、まあ、工事の再稼働、そして試験焼却をやりますと、いきなり本稼働はしませんよ、試験焼却をやりますので、皆さんとにかくオープンにするから見に来てください、どれだけ安全にやるのか、安全データを全部見せますから、それで安心してくださいというふうに言っています。それで排ガスの濃度がちょっとでも基準から超えたら、すぐに止めるからというようなことを、まあ、言っています。それで以前、まあ、2月ぐらいの時点までは、まあ、広く、まあ、いわき市と北茨城市で住民説明会を行って、で非常に大きな反対の声が高まって、で工事が今一時中断をされました。で進めるためには、まあ、皆さんの広く、まあ、地域住民の理解を求めますというふうに言っていながら、こうして地権者の反対派の切り崩しを行って、それでほとんどの理解を得られましたと、進めてくださいというようにうちわだけで進めている。で2年間で7億3000万円も使う事業であるのに、わずかこの16件の地権者の同意だけで進めようとしていると、こういうことを本当に許していいのかと思います。先ほどの本当に関西の話と同じで、本当に密室で進められている。それから焼却炉からですね、本当に数百メートルには幼い子どもがいる、ご家庭があります。それから 2.5 キロには小学校もあります。それから村の中には妊婦さんも、何人かおられます。まあ、そういったこともですね、本当に合わせて考えていただきたいと思います。そういったことで、うちは、鮫川村の中から住民運動が非常に起こしにくい、この地域性がありますので、どうぞ皆さん、この問題ご関心を持っていただいて、一緒に声を反対の声を上げていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こういったリフレットを作っておりますので、ぜひ帰り取ってお持ち帰りいただいて、それでお配りいただける方はどうぞ私のところに行っていただければ、まとめてお渡しいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。増山さん取材に、はい、意義がありました。増山さんと鮫川をつなげられて、世代もお若くて、みんなで頑張りましょう。で、どうしようかな、時間が結構してきましたが、ぜひちょっと5分で30分でいいですか。そう、じゃあそうですか、恵子さん10分で。そうそう、一つだけ、一票一揆でいつも受付にいる手伝ってたスタッフの木田さん、富岡から避難の木田さん、ジュネーブに行ってます。国連の人権委員会で福島で起こった事故のことで、被災者が原発災害でいかに人権被害を受けているかっていうことをアピールしに行っています。でその中で鮫川村のことも、あとさっき増山さんが言った被爆労働者の被爆のことも国際社会に訴えてくると言って言っています。みんなで頑張りましょう。はい、じゃあ、貴重な時間ありがとうございます。私も福島から参りました。福島アクションプロジェクトを立ち上げたということはもう前にご紹介させていただいたし、前々回かな、FOE の吉田明子さんから活動報告もなされたので、ある程度ご理解されていらっしゃる方も多いと思います。その後の活動も含めてちょっと報告させていただきます。時間、私すごく弱いので。はい、分かった、はい。
実はですね、この福島アクションプロジェクトっていうのは、IAEA ご存知、国際原子力機関、私はたちは国際原子力推進機関というふうに捉えてます、ある意味原子力村の世界のドンではないかなと、私なんかは捉えてるんですけれども、それを立ち上げることをですね、脱原発世界会議、皆さんご存知、そのメンバーの方たちとの会議の中で、 IAEA がなんだか福島になんか居座るみたいよっていう話、会議の中で出まして、私はあんまりちょっと関心、最初は関心なく聞いててね、え、何っていう感じだったんですけど、で東京の人たちが、ピースボートの人たちとかが福島に来て月1回福島を忘れるなということで会議をやってくれてたんですね。で私も初めてそこに参加して聞いてたら、とんでもない、え、福島でやるのに東京の人たちが一生懸命何かやろうとしてると、で福島の私たちが立ち上がらないでどうするのっていう形で立ち上げたっていうことを前にもお話ししてるんですが、それからこういうチラシを作ったり、パンフを作ったり、だからこういう IAEA に正しく対処するための参考資料集300円でっていうふうに やりまして、これ全部デザインはひとみさんなんですよ。こういう能力も持ってらっしゃる素晴らしい方ですけど、それで、ですね、12月15日に原子力安全に関する福島閣僚会議というでっかい国際会議を、福島は郡山市のビッグパレットというところで3日間なんと130カ国から700人も来たんですよ、その時に焦点を合わせてですね、まず直接 IAEA と向き合おうと、とんでもない目標を立てました。でそのためには一つ要請書を出そうということ、であと 福島に来るんだから、被災地の声を直接世界の閣僚たちに聞かせたいっていうこととかね、だから私たちが黙ってはいないよっていうことを知らせようっていう壮大な目標を立ててやって、呼び出して、要請書を直接手渡す場は外務省交渉もしてやりました。はい、それでその時は12月だったんで1月中に返答、文書回答をくださいということで、広報官のジル・チューダーという女性の方だったんですけど、その人に直接手渡して英訳もして、で共同代表は3人、ご存知武藤瑠衣子さん、あと小渕真理さん、あと男も入れなきゃということで関久保さんと3人、私は事務局長で、あとひとみさんとか矢田部さんなんかも本当に協力していただいてます。そんな感じ でその経過がですね、なんとこのデイズジャパンね、広川隆一さんのこれの3月号に詳しく載ったんですよ。いや私たちのことっていうよりも IAEA はいかに悪者であるかと、鋭角をした実はとんでもない組織だということを本当に詳しく彼は8ページにわたって出してくれました。でこの写真はこれ私たちがやった時の福島のビッグパレットの写真です。反対運動、この時は東京からもたくさん来ていただいて、で200人の仲間のいる中で要請書を共同代表を通して渡しました。そういうことで、なんとこの最初にね、こういうなんていうんですか、とんでもない閣僚会議があって、福島アクションプロジェクトというそれに対抗する組織ができたよということも紹介していただいてまして、最後にですね、最後のページは参考資料として、これも挙げてくれて、これも参考資料にしましたと、あと最後のね、この色違いのところあるんですけど、ここは私たちが出した要請書の一部抜粋ということで出していただいて、はい、詳しくこれを読んだだけでも IAEA の実態とが分かるかなっていうふうに思ってます。そんな形でですね、で文書回答もいただきました。1月中にちゃんとくれました。でその中には私たちは原発推進をする機関ではないとかね、その国の方針に従って協力するだけだとかね、
うん、だからあのビジレクがたくさんあの詰まったものでしたけど、でも推進する機関ではないってはっきり最初言ってるんで、あのそこのところをあのこれからも詰めていこうと。あ、ちゃんと出ましたびっくりした、すごい、ありがとう、ありがとうございます。あれ、これがあの広報官ジル・チューダーさんなんです。それであのちゃんと文書回答も本当来て、 でそれに対する再質問書も出しました。それに対してまた再回答も来ました。そんな風にして今 IAEA と直接、ま、やってるっていうことですね、はい、それとあと直接には限度があるんで、あの県とあの直接も やろうっていうことで、あの何回かやってます。あのこれを設定する前にもやったし、外務省にも行きました。それからあのつい先週ですね、4月19日県のここと窓口になっている、なんだかとてつもないめんどくさい名前なんですけど、福島県生活環境部環境創造センター整備推進室っていうところ の, あのトップを呼び出して3人と、あと私たち共同代表とか、まあ、私も混ざって5人であのいろいろ質問しました。でいやあの IAEA の組織も複雑さということも分かって、から IAEA が福島県と単純に関わってないということも分かりました。であの IAEA と福島県と協定交わしたんですね、その12月15日に正式にあの県とね、それで協力し合うという、それからその他にですね、 IAEA は直接医大、福島県立医大とも直接協定交わしてるんですよ。そして要するに健康データですね、それを集めて何とかしようという、何をするんだという、そういうあのことで、その関係もいろいろ聞きました。だから あと環境創造センターっていうのを2カ所見張ると、あの相馬市に建てるっていうことも分かって、まだ地ならし程度で、あの箱物はまだ建ってません。でももうすでにですね、5月にはあのその別な機関をあの県庁のすぐ隣に常駐させるということも分かりましたので、じゃあとりあえずその常駐するあの名前ちょっと忘れた、ごめんなさいあのそこの人とは話し合う場を設定してくれっていうふうにあの このトップの人とやって、いやあの難しいかもしれないけど やりましょうっていうことで、あの詰めて、それであんた何すんのって直接あの聞く場をあの設けたいなっていうふうに思ってます。それからあの福島県はですね、今あの緊急事態になってるってことお分かりでしょ。あの3月18日にあの電源止まりましたよね。ネズミ一匹だったですよね。あのそれから今度はあの冷却水漏れということで、もうとんでもないあの仮設住宅でごて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 その場しのぎの対応しかやってないということも皆さんもお分かりになったと思うんですけど、そういう状況もあの分かったんで、福島は非常事態なんです。もうあの地震も大きいの何回もできてますね。この間も起きましたけど、福島もしょっちゅう震度4なんてしょっちゅうです。もう震度3以上はビフォーとアフターではもう900回以上もあの起きてるという、本当にね活動期なんですよ地震。だから福島県はまたあの崩れそうな原発あの事故機ありますからね、4機特に4号機は危ないって言われてて、本当にいつ第二の福島が起きるかわからない状況だっていうことは皆さんと共有したいと思います、はい、そういうことでこれからもあのとにかく頑張ってやっていきたいと思ってます。あのその中でちょっとした望みはですね、その県と の方針でも あれしたんですけれども、県として正式な目標が福島原発10基廃炉なんですね。これはもうあの言ってます。それからあの再生可能エネルギーにシフトするっていうのもはっきり言ってます。これは県として動かないけど、国がなかなか言うこと聞いてくれないっていう、そこも分かりました。でもあの県職員として頑張ってくださいねってあの一生懸命プッシュしたら、あのその交渉の時でもあの県職員として頑張りますって何回か言ったんで、それをあの実現させるようにあの私たちもやっていきたいと思ってます。もう時間がないんで終わりますが、最後にこれで一口500円以上で
会員募集しております。このパンフ作ったりこれ作ったり大変お金かかってるんで、これもたったもう300円で、まあ、今日は少ししかないんですけど、もし協力していただけたらと思います。すみません、仲間止まんなかったんですけど、以上です。頑張ります。ありがとうございました。次には何を本当にしていこうかという話もします。民主主義にね、やっぱり本当の民主主義を勝ち取っていかなきゃならないですよね。で、実際に参院選に向けて何ができるか何をしていくかっていうので、いろんなことが今新たに出来上がってきていますので、その話を東井さんから伺おうと思います。ちょっと待つ時間のうち、今日いくつか資料があります中に次回のチラシがありますので、皆さんお友達に知らせて来月またお会いしましょう。すいません、こんにちは。静岡から来ました東井と申します。この緑色のチラシが2枚いってるかと思うんですが、濃い方の緑茶会、こちら のご案内をさせていただきます。静岡だから緑茶会などではありませんで、これは括弧脱原発政治連盟としてありますけど、何度かここで、毎回ご案内っていうかな、提案してきました政治団体を作ろうということがですね、昨日この同じこの場所であの部屋で立ち上げ会がありました。で、その報告とそれから呼びかけをさせていただきたいと思います。まあ、裏側見ていただきますと、緑茶会の行うことってありますよね。これは私が提案してきたのは、有権者として投票することと、それから被選挙権ですね、立候補すること、その2つだけじゃなくて、もう1つ、選挙を自分たちでするっていうことが、それが大事ですと。で、政治参加っていうことがなんか日本では悪く言われてね、例えば会場を貸すのにも政治活動にはダメなんて規定がよくありますけど、本当におかしいんですよね。で、選挙権被選挙権だけではなくて、やっぱり自分たちが本当に送りたい議員を、推してですね、そして当選させるという行動を実際にやっていかない限り、この政治家は変わらないと、ずっと私は思ってきてますので、で、政治団体を作りませんかっていうことを呼びかけしてました。で、ちょっと自分の都合で、1、2ヶ月あんまりこうできなかったんですが、その間に、今いろいろ活動しているその脱原発ゼロですね、実現しようという、そういう一つの中で、ここの昨日の立ち上げまで、運んできてくださいまして、私もまだよく出来上がってきたものについて実はよくわからないところがあるんですけれども、趣旨は生かされているかなと思ってまして、それで、その行うことのようにですね、政治資金を集め脱原発候補を応援する、で、この応援するというところが、一つの政党ではないのです。どんな政党でも問いません。で、候補者一人一人、あるいはその脱原発を目指すことが明白な政党を支持する、あるいは推薦するという、そういうことを歌っています。で、これは脱原発有権者名簿を作り原発ゼロの候補者を応援するとなっていますけれども、まあ、応援するの方は分かりいいかと思うんですが、
候補者の方からですね、応援してくださいって言ってくるのを待ってるんじゃなくて、自分たちの方からこの人とこの人とこの人は大丈夫よと、この人はダメよと、そういうようなことをもうリストをどんどん作ってですね、あの情報を、提供するということなんですね。なのでそのために脱原発有権者名簿というのは、これはあの、私は脱原発を、実現したいと思うので、私一票ありますよ、どこに住んでますよっていうのをこの、政治団体の方に申し出ていただいて、それを候補者に提供すると、そういうことなんですね。なので、今のところウェブでこうなってますけども、今日このチラシですね、この下の方に書いていただいても結構ですので、有権者としての、個人情報になりますが、そのために活用してくださいという、そういう意思表明をしていただきたい。でこれはあの本当に大勢でなければしょうがないんですね。もちろんあの、お金もかかることですから。で、会費としてはですね、1万円というふうになっています。年会費ですね。それ以上のカンパもちろんあの、喜んで、あの喜んでっていうか、もうとにかく集めなければいけないし、それからそれはあの、政治資金規正法の中できちんとカンパと政治カンパとして、扱われますので、免税にもなります。ということで、カンパとそれからあの有権者名簿登録の方をぜひお願いしたいと。ですね、ちょっとあと先になりましたけど、代表はそこにあります竹村秀明さんです。昔々、水穂さんの秘書されてたんですよね、確かね。それから、ウェブだけではなくて、本当に皆さんの周りで、どんどんこれを広げて、たくさん周りの方の名簿をあの集めていただきたいというふうに思います。で具体的には各選挙区あるいは比例区ということでですね、もうあのこれの議員さんあるいは立候補予定者はっていう、あの推薦しますというようなことも昨日実は発表しています。詳しくはホームページの方をご覧いただきたいと思います。そして、そんなわけで私はこの会そのものについては、まあ、一応運営委員ということなんですけども、まだあのよくひよこなもんですから、呼びかけになっているあの木村優衣さんの方で、補足がありましたらお願いしたいと思います。で私としてはもう一つ緑色の、もうちょっと色が薄くなるんですけれども、パブリックコメントについてのアピールをちょっとさせてください。今あの新しくできた原子力規制委員会の方でパブリックコメントを求めています。この前2月にあのやっていた、骨子案っていうのに対するパブリックコメントですね。あれは3000超えて集まったと思うんですけれども、ほとんど、修正されることなく最終的な案として今出来上がって、そしてパブリックコメントを募集しています。でこれが何とも呆れ返るものでしてね、要するに一言で言うと、原子力の規制法を改正しますと、改正します。でこの期限が7月19日ですかね、あの迫られているんですけど、それまでにその規制法の改正に伴って修正しなければいけないたくさんの関連の、規則とか内規とか、そういったものを修正しますと、しましたと、でしました案ですっていうのを今パブリックコメントにかけてるんです。そのページが3500ページほどあるんですね。でしかも全部で項目で言うとそれだけで27項目あるんですね。項目っていうか規則の種類が、数がね。でさらにそれに関連する解説みたいなもの、内規みたいなものですかね、そういったものがさらにまた20ぐらいあるんですけど、それはまた別にパブリックコメントを募集しています。で27のその、3500ページなんですけど、ウェブの方に行くと4分割してあるだけでずら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 と3000何ページあるんですね。そうするとその27の中の例えば8番のタイトルについて見たいなと思っても、一体どこを開けたらいいのかわからない。
でしょ、3年ずっと見ないと。そこで私はアンチョコを作りました。で本当は彼らにやらせたいんですけど、で何ページから何分冊の何ページから入ってますよっていうようなことを作りまして、昨日か一昨日かな、ML の方でいくつか流しましたので、その辺を参考にしていただきたいということと、でこれはですね、そのチラシの真ん中にあります初級、中級、上級とありますところの上級のお話を今させていただいています。皆さん上級でいらっしゃるので、それで、順番逆になりますが、中級のお話ちょっとさせてください。で中級はこのパブリックコメントではなく、でもいいんですよ、いいんですけど、それとほとんど同時に関連して防災対策 のパブコメが出ています。これはもうちょっと前に募集されていたものなんですが、それが、完成版になってですね、完成版の案に対する、意見募集していますが、これはまさに、原発の地元に関係あることですね、モニタリングとそれから要素材の事前配布ですね。で事前配布っていうのは、これはずっと市民が言ってきたのに絶対にやらなかったのが、ここに右下の囲みにあるような形で、自治体が購入しなさい、用意しなさいよと、それからそれを全部住民に説明しなさいよと、全員にね、そして、事前に住民に配りなさいよと、こういうことを事細かに規定しています。で、これは別のタイトルになりますけれども、防災対策の方を見ると出てきます。でもそんなの見なくてもいいですから、この囲みの部分だけで見ても頭にくるような中身ですから、それを見てすぐ書けると思うんですね、皆さんだったら中級の方は。 ですので、送り方はここに書いてありますから、そこへ出してください。それから初級というのは皆さんじゃなくて、皆さんの周りにいる方で原発反対よっていう人いるでしょ、いっぱいね。そういう方はそんなの全然ウェブ見なくてもいいです。送り先だけ教えてあげて、はがきでいいですから、ここの後ろにあるようなですね、こういう名前とかこういうの書いてで出せばいいんですが、それが初級 のところに書いてある4行です。今回の、ね、この、規制委員会のものっていうのは、要するにシビアアクシデント対策でしょ。何かっていうと、シビアアクシデントなんて起こりませんって今まで言ってきたわけですね。何年もこれ今回のように福島のようになると、それを防止するために、あるいは事故拡大するのを防止するために、あるいは被爆を抑止するために、これ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 のことをやります、やらないといけませんよということなんですね。だけど冗談じゃありませんよね。そんなシビアアクシデント起こしませんという話で建設をみんな地元では許してきたわけですから、約束違いなわけで、それでこのことをまず出していただきたい。これだったらもうすぐに書けるでしょ、はがきでも書けるでしょ。そして脱原発するしかないでしょって、それが一番の防災でしょっていうことを添えて、もう大勢の人に書いてもらってください。10万を超えて意見が届けば、大きな縛りとなるに違いありませんということで一番上に書いてありますので、まあ、そういうことです。で締め切りが5月10日、それから要素材に関してだけはちょっと別で1日早くて9日になっていますので、お気をつけください。よろしくお願いします。それではですね、ちょっと時間もないので私も続けてさせていただきます。今東江さんの方から、お話がありましたように、昨日ですね、グリーンティーパーティーというのがここの場所で、いっぱい会場、今日はちょっと少ないですけれども、昨日はいっぱい満員で、開かれました。で、今日、東京新聞をお取りになっていらっしゃる方はご存知だと思うんですが、第一面に脱原発結集一時推薦40人というふうに発表されています。でこちらに詳しく図も書いてございますし、あと、2面ですね、1枚開いていただくと、また写真入りでですね、こんなふうに大同団結市民の手でというですね、非常に破格の扱いで大きく報じてくださいました。他の新聞社はゼロでした。はい。で、市民の動きをですね、動きを本当はマスコミ、メディアが報道するのがメディアの力ではないかと、権力に屈するのではなくですね、市民の味方をするのが本来のジャーナリストではないかというふうに思うんですが、日本のジャーナリズムというのはどこかに行ってしまった
ような気もしています。でもまあ負けてはいられませんので、私たちも市民もですね、右翼んなあごめんなさいね、なんかいざとなればまとまるのは保守で、いざとなると、決裂するのが、左翼だというふうに言われた時代もあったようですけれども、やっぱりここは私たちはいざとなったらまとまる、まとまって新しい未来を作るというふうに、特にですね、女性の力で、今まではまあ男たちが決裂してたかもしれないんですけれども、女たちが手を結んで、やはりいろんな形でまとまってまとめていきたいなっていうふうに思っています。で、昨日はですね、皆さんご存知だと思うんですが、ゼロノミクマというですね、原発ゼロノミクスキャンペーンのですね、キャラクターの、これ8歳の男の子のクマちゃんなんですけれども、緑の、なぜか緑色のクマなんですね。で、その子に、お茶を立てさせたいというので、緑茶会なのでグリーンティーパーティーなのでお茶を立てさせたいというのでですね、私にお呼びがかかりまして、お茶立てるんだったら着物着せなきゃというのでですね、昨日雨の中ものすごい荷物を持って一旦家に帰って着物を着てですね、で熊の着物も持ってお茶の茶碗もいくつも持ってですね、そこにこのテーブルを2つ重ねたところに紐線を引いて熊を座らせて着物を、写真もあるので後でご覧に入れますけれども、紫色のですね、女の子の着物じゃダメだっていうんで、みんな私よりずっと若い30代くらいの女の人たちですので、もうすごくノリがいいんですよね。で、そこで、男の子の、どうしても男の子のキャラで行きたいっていうんで、紫色の着物を着せ、帯を締め、でそこの紐線のところにちんまりと座らせてですね、それで熊が茶を立てるというですね、非常に滑稽な図があったんですけれども、で呼びかけ人の方々が次から次へといらっしゃるので、その方たちにですね、熊が茶を立てたふりをして私が立ててお運びするというですね、まあ、そういうパフォーマンスをしました。で、まあ、でもやはり楽しんでやらないと、いけませんの で私もその熊が今度は京都でロケーションをするそうですので、そのロケーションもその着物をですね、持って行ってもらおうかなというふうに思っています。でこちらにですね、出ているように、まあ、40人をですね、候補の第一次推薦をしたわけなんですけれども、そのうちのですね、第1号が今日こちらに入れましたですね、この山口に原発はいらないというですね、今これちょうど選挙期間中なんですね。実は参院選の補選です。参院選というのは選挙期間3週間という長丁場ですので、今度の日曜日に、投票がございます。で、これはですね、無所属で出ていますので、名前をですね、書けない、チラシにですね、選挙チラシに名前を書けない、その制約がたくさんありましてですね、でこれは民主党のチラシとして出してもらったので、かろうじてこれは名前を入れられるというですね、まか不思議な選挙方法なんですね。で、平岡秀夫さんって言います。もともとも民主の方なんですけれども、今回はもう上関の原発の是非を問うということで無所属で立候補してます。ただいかんせん山口は非常に遠いので、私にも山口に知り合い、まあ、知り合いはいるんですけど、親戚とかですね、そう親しい人はいないというですね、ところで、まだ時間がありますので、このチラシまだたくさんありますから、もし知り合いが山口にいるとか親戚がいるっていう方は間に合わないと思ったら電話をかけてください。電話は違法になりませんので、電話で平岡秀夫さんに入れてくださいねっていう投票依頼は全く OK ですので、それでもしお手紙を書けるということであれば、このチラシプラスちょっとしたお手紙を書いて速達でお送りください。このチラシは有効に使ってください。ぜひよろしくお願いいたします。それでですね、あと昨日まだこの
推薦の40人の中には入っていないんですが、私たちいつもここをお借りしている、福島みずほさん社民党のですね、でこの社民党ももちろん私たちの推薦の政党に入っていますし、緑の党ですね、それからあと緑の風とかですね、みんなの党の一部の方とか民主党とか生活の党とか、やっぱりその政党を超えてですね、やっぱり本当に一人一人が脱原発のために走り回ってくれる議員を選びたいという思いはみんな一緒だと思うんですよね。そういう中のお一人である、鴨桃代さんがですね、こちらにちょうど来ていただいてますので、ぜひ皆さんにご紹介したいと思います。全国ユニオンというですね、ところの、会長、元会長さんなんですね。でこの選挙に出るために、お辞めになったということですので、ぜひ私も応援したい、私もすでにもう推薦人になっておりますし、皆さんでぜひぜひですね、応援したいなというふうに思っていますので、ぜひどうぞここでアピールを、はい。今ご紹介いただきました鴨桃代と言います。まだ参議院選挙 の、 全国の比例ということで、その立候補者を立候補するということで、今日のですね、午前中に、社民党から購入をしていただきました。ほやほやでちょっと緊張しておりますけれども、木村祐一さんに本当に推薦人になっていただきまして、私も元気に選挙戦おうと思っております。私は25年間ずっと誰でも一人でも入れる労働組合ということで、パート、それから派遣契約社員、そういう人たち の、 相談を受けてですね、その相談を解決するために会社と交渉をする、それから一人一人の問題ではないという思いで、それで福島さんたちとともに法律を作るとか、それから厚生労働省交渉をするとか、ずっとそういうことを一緒にやってきたものです。その中で今回の立候補にあたっては、本当に命、それから働くこと、平和、これを大切にしたい、その思いで立候補しました。私脱原発 の、 運動活動についてはまだまだ未熟なものです。ただ本当にこの間皆さん の、 いろんな脱原発 の、 集会に参加させていただきまして、その中で私が今一番印象に残っているのは、福島の女性がですね、毎日毎日毎時間毎時間、洗濯物を干す、今日は干す、どうしたらいいだろうか、子供を外で遊ばせたい、しかし遊ばせていいんだろうかという、放射能 の、 汚染のことがですね、全くもう片時とも頭から離れませんということを、訴えられていました。本当に私はそういったまさに私たちの命やそれから生活が脅かされているこの問題について、一番声を上げられるのは、そして一番リアルに問題をこの社会に向けて発信できるのは女性たちではないかというふうに思っていますので、ぜひ一緒に頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。矢田部さん、ありがとうございました。約束の閉会の時間がたちまちやってきてしまいまして、これから先のことがいろいろあるかと思います。みんなでこういうことをやるよとか、一緒にやろうよっていうのを一票一票、メーリングリストもありますので連絡し合ったりして手を携えていきたいと思います。で福島から今日ひとみさんと佐々木さん以外に鈴木絹江さんがいらしていましてですね、一言1分間
皆さん1分間よろしくです。そしたらさよならになります。あ、急にすみませんです、飛び入りで。私、福島県の田村市から来ました。障害を持つ人たちの自立支援をしていて、今回2年前の、3.11 の時に障害を持つ人や難病の方や病人の方たちが原発事故と自然災害のことによって障害を持たない人たちの約2倍の数が亡くなりました。で、私たちの仲間が逃げ遅れる人々、東日本大震災と障害者ということで DVD を作ったんですね。でこの上映会とともに私がいろんなところで全国各地講演活動をしております。でこの度、今日も仲間が来ていただいたんですけど、国立市で5月の20日ですね、三井さん、はい、5月の20日に国立市で、この逃げ遅れる人々の上映会と私の講演会があります。また会場など決まりましたら一票一揆の方 の, メールにメーリングリストに流させていただきますので、ぜひお近くの方いらっしゃいましたらお出かけしていただけたらなと思ってご挨拶しました。ありがとうございます。ありがとうございます。では今月は閉会になろうとしています。今日ご都合つかなくていらっしゃらなかった多かったですけれども、ぜひYouTube とか撮影とかもアップされますので、お友達とかお知り合いに拡散してください。いろんな反応があるかと思います。キューバの話だって受け取りようによっては何回も使ったり、そんな貧乏くさい暮らししたくないよっていうような人もいるかもしれない。でもやっぱり私たちは核にですね、それがその豊かさが人の命削ってないかっていうところを思って暮らしていきたいなっていうふうに今日つくづく思いました。皆さんありがとうございました。また来月お会いしましょう。あ、はいはい、すいません、一番大事な宣伝をするのを忘れてました。今日チラシを次回のですねチラシ入れてます。で、またドイツのお話なんですけれども、ドイツの方にニコラ・クリスティンさんっていう方にいろいろお話を伺うんです。あ、リスクティンさんですね、お話を伺うんですけれども、ぜひですね、もしご自分で何かミニコミを出しているとかニュースを出しているとかっていう方がいらっしゃいましたら、500部ほどですね印刷してきてますので、ちょっと余分にでも持っていって一緒にですね入れていただければと思います。で今回ですね、今までの一応こう流れをですね、毎回何をしたかっていうものも裏に印刷してございますので、ぜひご活用いただければと思います。じゃあまた来月お目にかかるのを楽しみにしております。今日はありがとうございました。